毎回毎回インスタに書けばいいのか。年収こんばんは、ごっちゃんおかえり、やっほー、ごちゃん、ごちゃんおかえり、ドテチマイルありがとう、やっほー、 STR もおかえり、やっほー、ケンさんもおかえり。おー、続々と来た。雪村こぎすね、アリちゃんエールありがとう、エビハラさんエールありがとう。インスタだと通知遅いよね。あ、じゃあストーリー見てないってこと？ティアナギおかえり、エールありがとう、ノリピーもおかえり、マオもおかえり、ドラちゃんもエールありがとう、ケンさん傘エールありがとう、フミフミシャナイス、ダークも香港もエールありがとう。なるちゃん2回目、公演一緒にやってたみゆちゃん元気で愛してなんか下を自分で言ってたよ、なんかめっちゃ免疫あるのかもって、全然かからんけん、みんなかかったのに。着ぐるみエール、はるまおかえり、グーゴー、コージーさん、エディジエルありがとう、たかくんもおかえり、やっほー、はるまシェアありがとう、うんうん、STRエールありがとう、ありがとう。なるほど、また土曜日公演行ってきます、いってらっしゃい、楽しそうなんだけど。毎週ソロお帰り、やっほー、ケンさん無料ギフトありがとう、タカくんやっほー。え、そう、暑くてやばいけどなんかでもアメイが住んでる地域は割と涼しい方で、今25度もないんじゃないかな、ちょっと涼しめだから窓開けてる。島根コロナそんなに流行ってんの、ゆうえいらりかと、ひーちゃんとみゆちゃんかからない二人とも韓国で活躍してた同士、ふみふみ無料ギフトありがとう、よしかずおかえり、えるしありがとう、かたくすともえいらりふみふみ無料キスナイス、ヤミさんおかえり、どけんこんばんは。え、うらやましい、涼しいのが海沿いなんかな海沿いではないね、これだけ言えるわ、全然海沿いじゃない。エアコンつけとったに、ね、つけとったけど、なんかねめっちゃ寒くてさ、めっちゃ寒くて窓開けた。ヤミさんエールありがとう。お、ドッケン、クロキン、やったー、ありがとう、ヤミさんもいる人ナイス、ゴジョルエールありがとう。東京も最近増えて、え、そうなんだ、全然わからない、全然知らんかった。傘琥珀ありがとう、まだ平気に30度、え、みんなめっちゃ暑い今、アベメなんてエアコンなしで全然いけるんだけど。俊介おかえり、エールありがとう。でもエアコンつけたら寒くて今窓開けてんだけど、だけん小声で喋らんといけん今日今日小声で喋る。え、夜マシじゃない？そう、傘無料ギフト、マサヤエール、シュンスケ、ソル、ティアナギ無料ギフトありがとう。今日今年初めての平和の空、遅くない？今まで耐えとったのすごすぎる。温度設、でもね、温度設定26度とかにしてんの26度とか27度に しとるけど、もうめっちゃ暑い。一応中間でバナー可能性ある。え、マジ嘘、12時までやるこれ12時までやろうかな。じゃあエアコンでキンキンに冷やして毛布にくるまるの好きなんだけど。あ、それめっちゃわかる。でもめっちゃわかるけどさ、なんか罪悪感ないそれ。あ、やばい、なんかすごい罪なことしてるわって。高い数得られ、ありがとう、ゴジロ無料ゲットナイス。そんなに暑いんだ、アトミお帰り、エアコンつけとるのに。鉄得られ、ありがとう。電力逼迫まだ全国、あれってさ東京だけもしかして。30度こんな夜に丸々得られ、ありがとう。どっちかというと除湿メイン。あ、そう思う。え、でもさドライやりたくない？除湿するために。でもドライってめっちゃ寒いんだよね今、湿度が高すぎて。サーキュレーターってどんなやつ？まるまる無料ギフトありがとう。
Hello there. シマポンお帰りエビス、ありがとう。てつ、ゲタ、ゲタ。セイスナイス、ありがとう。え、今日でもね、めっちゃ勉強頑張ったね。今日頑張ったけん、もうやらんでいいよ。12時まで全然できるかも。今日のノルマね、達成したけん。今日の勉強ノルマ、余裕で達成した。数ないパチ。ソロ応援ハート、ありがとう。そう、今日はね、前髪作ってるから、違うと思う。もうめっちゃ前髪長いよね。ありがとうごっちゃん。雪村こぎつね、ありがとう。まさやむりょうぎ、フトナイス。エビアラさん、SJ、ありがとう。最近暑くて疲れてるから寝落ちするかも。やべめいが12時までやっても寝落ちしちゃうの。どうしようかな。でも明日1コマなんだよね。ドラちゃん、傘、香港、エール、ありがとう。エビアラさん、サファイア、ナイス。ドラちゃん、エール、ありがとう。あれ3位まで、もしかして。ケンさん、エール。SJ、ノンタン、無料ギフト、ありがとう。ネブも、エール、ありがとう。こんばんは。それ言われるとつらい。でも確かに、こんな暑い中、みんな、こんなっていうか、ここの地域よりもめっちゃ暑いってことだよね。それすごいわ。ブブ、着ぐるみ、マックス、エール、ありがとう。無料ギフトもありがとう。あ、3位までだって3位までだから、今のところみんな寝落ちするんだけど、危ない。もさ、一人ぼっちになっちゃうわ。知らんよ。え、でも3位までって、3位までってヤミさんが教えてくれたでもあれだね、バナーもともと狙ってたわけじゃないから迷うんだけど。え、でもワンチャンいけそうじゃないこれ。今ね、10万差ぐらいある。高いり、ゲタ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 、ナイスチャレンジ、ありがとう。高いり、数ないパチ、マックス無料ギフト、ありがとう。ゲタばっかりなんですけど、高いりちゃんとしてください。まったく、いや、思った、バナーって久しぶりに聞いたよね。半年ぶりとかなんじゃない。エビアラさん、無料ゲスト、ありがとうございます。のりちゃん、お帰り、ありがとう。みんなが最後まで持ってば、え、そうなんだよ、もうこの調子でね。この調子で。ゴジルエール、ありがとう。ポーク返し。バナーってなんだっけ。ね、バナーっていうのは、あ、まさやエール、ありがとう。あ、誰か青みが来たぞ。バナーっていうのが17開いた時になんか宣伝が上の方に出てくるでしょ。クマだった、ヤッホークマ、こんばんは。エールシャ、ありがとう。バナナじゃなくてバナー、一瞬何のことだろう。そこまで、そんなに。エビアラさん、おやハート、宝石、ありがとう。バナナじゃない、もうみんな理解力の欠如がすごいんだけど。ジャンル欄とか注目欄とかに出てくる。ちなみにどこの欄のあれバナーなんだろう。ソル、高いレール、ありがとう。浅いけど分かった、頑張って。クマさん、帰りはよろしく。あ、まあ、めめがさ、気づけばいいよね、本当に。全然気づかなくてごめん。カズ、オーヤ、エール、ありがとう。マサイのレールです。いつもチーム、そういうことじゃなくて、はあ、まったく一から説明せんといけんじゃん。浴衣イベントの今日なんかめっちゃ声がおかしい。てつ、ブリキンエール、ありがとう。おつー、カズ、無料ギフト、ナイス。ナイス。俺なんで気がつくんだろう。え、どういうこと、どういうこと。あ、表示された悪魔、よかった。仕事の電話かかってきて焦った。頭気に変わらん。配信モードになってた、オフモードになってた。うっ、何、シリが反応したんだけど。バナーから来てくれる人もいるから、そう、大事大事。ということはこれは危ないわ。12時、あ、そう、クマガーディアン、よろしくお願いします。暑さに慣れる前に梅雨明けしてもて、毎日行けます。みんな暑いって言うね。
こんなに地域差あるんだ。あべべまだまだいけるぐらいの暑さだと思ってた、思ってる。のんたんエールありがとう。パチパチありがとう、くまありがとうございます。トミ STR エールありがとう。ブリキンサファイアナイス、ヘイシリちょっと待って、反応するじゃん世界で一番可愛いのは誰？え、聞いてみようかな。ヘイシリ、世界で一番可愛いのは誰？え、反応してくれなかったんだけど。こいつね、ありがとう。え、でも涼しい地域ではない、全然。全然涼しくはない。のんたんサファイアありがとう。雪村 SJ、ドラちゃんありがとう。山の上には住んでない。そんな修行僧みたいな。暑すぎて今日一日タレパンダみたいになってたら、もう毎日じゃない？毎日暑いんじゃない？アブメイです。現在地、え、マジ？危な、話しとこ。まるまるエラリカと、ヘイシリ、アベメイです。今日の時計は、と、あ、今日の特許はインドエリア使ったらしい。え、マジ？そんなに？そりゃみんな言うか、熱い熱いって。死にに無視された。練習エラリカと、青森現在梅雨入りで一日雨。あれ、ヤミさんって青森なの？初めて知ったんだ。あれ、ケンさん着ぐるみエールありがとう。マックスエール着ぐるみ無料人ありがとう。無視されました、シリに答えたくない質問だった。いや、わからん。アベメさ、あのさ、英語の設定にしてたかもしれない、もしかしたら。確か知りません。ええ、あ、でもアメメ設定シリ女の人だよ。ハマンの帰り、位置情報サービスをオンにしてたら言う。いや、オンにしとるかもしれない。香港エールありがとう。ソルルビーナイス一発ギャグとかないんだけど。一発ギャグ英語で聞いてみようって。いや、でもこれ話しかけたら個人情報がさ出てくるらしい。言わない方がいい、シリ呼ばない方がいいらしい。それでも東京は東京湾のおかげで冷やされてる。え、まだ涼しい方ってこと？ハモンドエールシャーありがとう。アブメンのシリは女の人です。ヤミさん、ドラジェエールありがとう。トルミエリ、コバさんエールありがとう。自分の机は窓のそばなんだけど、ブラインドを下ろしてても太陽光では暑かった。窓のそば最悪じゃない？あぶめ、学校、高校生の時マジで窓のそばの席行きたくなかったもん日焼け止め毎日塗らっていけんしさ。練習無料ゲタありがとう。まさや、エビアラさん、トール、ソルエラありがとう。エビアラさん、ルル、宝石見つけありがとう。朝季節は帰り、やっほ。さすがに涼しくはないか。窓から差し込む日光でエアコンつけても涼しくならないよね、この時期。ああ、そんなに？全部遮断したらいいんじゃない？じゃん、カーテン閉めて俺なんか外仕事はやばい。え、クールビズしてる？絶対スーツ着なきゃいけない。あ、ソロ大当たりありがとう。カズ、さっき説明いられた。シリに OK グーグルって言うと大人の反応あ、そうなの？やってみよう。高ゆり、エールありがとう。ウニコロさん、おかえり。エールシャーありがとう。やべめ、この前ラップしてって言ったらさ、ラップしてくれた、シリが。うまかった。冬は寒くて夏は暑くて窓のそば最悪確かに。それ帰れんの？席替えとかない？鉄、クマ、エールありがとう。コバさん、無料ゲット。それも無料ゲット。この暑いのに節電なんかしておれぬ。しかも協力しても2000円分の、え、ね、らしいねまあまあ2000円、まだ何百円じゃないだけマシマシかな。じゃがりれいらりかと。小葉さん、サファイアです。なんかよくニュースで見るけど、やっぱそういうの協力できないぐらい
暑いのか。空調服ってなんだ、調べたら出てくる。ペンパイナップアップペ言ってくれる。ネブ、ニーザエルありがとう。サケでつむりあげたナイス。ゴッチャンエルありがとう。サランラップじゃなくてラップ、 yeah, yeah, みたいなインフム系のやつ。エアコンと遮断フィルムとブラインド変えてもらって、最近あんましになった。え、すごいすごい対策特別対策がすごいんだけど。雨の中を復しておりました。すごい。でマブメイの地域も結構雨降る。うん、最近まで降ってた、ずっと昨日ぐらいまで降っとったかな。一人の部屋でシリに話しかけてもらうじゃあこの前さ、なんか休憩しようと思って、でもなんか休憩時間何しようと思った時に、あ、シリに話しかけてみようとで、シリに話しかけたら面白い回答が返ってくる10選みたいなサイトで見つけて、それ全部話しかけとった。レイピーおかえり。翡翠ありがとう。翡翠トミエルありがとう。ハモンドゲタゲタ、リコンバありがとう。ナイス。ふみふみ焦げつね。傘オーヤ SJ ありがとう。扇風機付きの作業着私服で着たい。すごい。あ、そんな服があるんだ。涼しそう。レイピーおかえり、あ、レイピーエールありがとう。トミーおかえり。やべえね、これ飲むときね、あまり口つけたくないけん、いつも飲み方突っ込まれる。我慢して2000円もらっても熱中症になったらそれ以上の治療費かかる。うん、確かに。いや、さすがに熱中症になるぐらいまではそんな我慢しなくていいんじゃないって言っても難しいか。ドラちゃんありがとう。レピーシャありがとう。服の中に小さなファンが入ってる。工場とか外の作業してる人には最近は当たり前。すごい。それ結構でもさ、何、なんか気膨れしたりしないの？エビアラさんもありがとう。雪村健さん、ユージエラありがとう。そう、びっくりした。なんか関東がさ梅雨明けしたって聞いてさ、アブメイは関東在住じゃないんだけど、早っと思った。こっちまだ雨降ってんのに。シリに話しかけるなら俺に話してえ、こっから大声で叫べばいい感じ。ゴジュレールありがとう。ソルシチョチュナイス。クマの一歩チ STR 着ぐるみエル。エベアナさんの料理をありがとう。知り合いの総務の人に暑い暑い寒い寒いって言ったらいろいろ手を回してくるコネクション大事だね。それ空調服着てると全然汗のかき方違う。え、あんまり汗かかんくなる。着ぐるみを売り上げたい。なんかコップ使うとさ洗い物増えるじゃんそれがめんどくさくて。じゃあね、今日元気ないわけじゃなくて、あの窓開けとるに、エアコンじゃ寒くて窓開けるのがちょうどいいぐらいだから。アブメの地域は窓開けというかさ、大きい声出せないっていうなんかちょっと声のトーン低めで、あのちっちゃい声で喋っとる。1日2000円分のポイントもらえるなら節電に協力してもいい。え、優しい優しい国民の鏡や。香港ハモンド、ヤミさんいらありがとう。ヤミさんはさ自衛隊でさ、なんかそういう服勝手に着ちゃダメ、着ちゃダメなんかな。私服とか私服なしか。僕の心はずっと、え、ちょっと待って、めっちゃ久しぶりじゃん。こっちお帰り、いらありがとう。そう、かっちゃん、エビハラさん、マックス、クロス、おかえり、エールシャー、ありがとう。やほー、こんばんは。カズ、コバさん、最強説、エール、ありがとう。あ、防犯、いや、防犯結構気をつけてる、今。帰ったらすぐ鍵閉めるようになった。シリに、私がお前の父親だって言ってみてください。え、どうなるの？いや、否定されるんじゃない？私の父親は、スティーブ・ジョブスです。まるまる高よりありがとう。カズ SJ 無料ギフトナイス。政府の節電のお願いツイートの前後でテレビ番組の告知ツイート、なんなんテレビ消すってのそうなの？そんなツイートあるんだ。しかもクマエールありがとう。おとなしい話し方で
ソル告白あり方。え、普通やでって。空調服とか贅沢なもの。そうなの。過酷すぎる。でもそんだけ過酷なことができるからこそ守れるのかな。じゃがりレイルありがとう。ハモの群れを言うとナイス。シリから分かる人には分かる答えが返ってきます。なんだろう。スティーブ・ジョブズ関係。マイさんですか。マイさん、マイさんかな。エールシャーありがとうございます。マイさんか。傘エールありがとう。あー、そういうことか。違う、なんかアメメの住んでる地域さ、あの平和だからさ。いや、そうでもないかも。でも割と高い階に住んでるから、なんかまあ大丈夫じゃねとか思って、大丈夫じゃねとか思って鍵かけらんことがまあちょっとだけあったんだけど、最近 100% かけてる。まいさん、ひちゃちゃありがとうございます。年収ドラジェ、傘得るありがとう。精神だけすごいんだけど、まあ雨だったらすぐ折れて実家帰りますっていう。ごっちゃん得るありがとう。あ、まいさんなんだ。了解しました。 ID 変化。来てくれてありがとうございます。一人暮らし女子の部屋は男子がよく着るようなシャツを外に干したく。でもさ、でもわざわざそれ買わんといけんってこと。 T シャツを、メンズの。年収無料人ナイス。ドラちゃんやられ方。あ、じゃあタワマンじゃない、タワマンじゃない。そんな二桁もいかないよ。二桁いく回じゃないから。やめて。勘違い。トミも鍵かけない。そうだね。あ、メイ割と全然情報言ってない気がする。だから皆さんも聞かないでください。 SJ トミ着ぐるみエールありがとう。みんな聞いちゃダメだからね。あ、メイさん、もしさ、なんかポカンってしてたら言っちゃうかもしれないから。あるよね、その時期あるよね。おやエールありがとう。その方がいい。池村エールありがとう。エイトツアーのシャツとか外に干したらドルオタが住んでると思われてみな。ちょっとそれさ、あれじゃない、もうちょっと分かりやすい T シャツの方がよくない。なんか雪村エレリカと30、2桁いかない。タワマン、違う、タワマンじゃないんだけど。やめて、では流れるじゃん。ケンさん、香港エレリカと。タワマンってどんぐらいからタワマンになるの。タワマンってさ、めっちゃもうなんか30何回とか40何回とかありすぎ。10回以上あるのがタワマン。着ぐるみ無料ギフトありがとう。採血もありがとう。タワマンではありません。かっちゃんエールありがとう。オラが明太収容行った時に買った1回も着てないシャツあげるやる。あ、でもありがたいかも。なんか自分で買うよりもね、そうやってもらったやつをだって常に干しとけばいいんだもんね。めっちゃ楽かも、その防犯。ホテルエールありがとう。地震起きると高い階は大変やね。確かに。地震起きた時ってさ、高い階の人ってどうなるの。しかもめっちゃ高いタワマンの上の人ってどうなるのかな。ヤミさんエールありがとう。すごい事件。何階建てなんだろう。何階建てから、あー、高いとこ苦手な人確かに住めない、ね、オクションオクションと聞いたことないんだけど。クロス、カズ、最強説、高いよりありがとう。階段で降りるんや。違う、それ以前の問題に、なんかもうさ、すごい揺れになりそうじゃない。あ、滑り台みたいなやつ、見たことないんだけど。あ、地震が起きたらそこからこう生えさせる譲りないよ。最近うちの近くに建設中のタワマンの一番上の部屋ってロックロック、やばすぎ、えぐー、世の中広すぎ。窓から飛び出て隣のマンションの部屋に移動するらしいなって絶対違う。本当に言ってんの、本当に。それあれでしょ、あのさ、ベランダさ、こうやってあのぶち破る窓があるじゃん。あれってこと、あれぶち破るってこと。
ウォータースライダーやめて、嘘言わんで、信じらんけど。今は耐震じゃなくてね、免震、構造的にそこまで。あー、そうなんだ、すごい。建築の人ってすごいな、作る人すごいな。鉄得る、鎌得られたと。ムエタイ選手がでもシャツにプリントされとったら確かに怖くて、なんかあのここに侵入しようとか思わないか。タワマンの2階はタワマンなのか。でも一応タワマンなんじゃない、一応タワマンに住んでますってなりそう。消防がはしご車で来てくる。でもすっごい地震だったらさ、もう無理じゃない、消防車も通れないぐらい。脱出用のもあるもんや。滑り台？マサヤ、ありがとう。サインさんが買ったのか。待って、めっちゃ懐かしい。サインさんね。今もう一度は全くやってないのかな。ぶち破る駅。コナン君みたいに車を隣のビルに飛び移る。いや、それができたらいいけど。でも待って、飛び移ったところでさ、助かんなくない？いや、どっちが助かんないんだろう、下の階の人と上の階の人。脱出用の布の滑り台、そんなんあったっけ、どこにある。冗談ね。ふんふみ、それ傘入れ、ありがとう。さっきも言ってないです。ドラちゃん、ネブ、小吉、ネビハラさん、レイピー、入れ。タワマンはロボットに変形するらしい。もうめっちゃ嘘じゃん。あれがなんか手とか生えてきて、それでもめっちゃ強いね。ロボットにさ変身したらさ、そのまま避難できるみたいな、家におったまま。この間東京タワマンで火事あって、はしご車届かない。いや、届かなくない？東京行った時びっくりするんだけど、タワマンのめっちゃ高いタワマン、これさ、なんか地震とか起きたら大丈夫なのかなって思う。あ、そっか、ヤミさん、そっか。そっか、助ける側なのか、それすごいな。ドラジェイ、ありがとう。車で飛ぶのなんか絶対嫌じゃん。え、そう？車で飛ぶって、車のまま飛ぶってこと？タワマン住むときは何かあったとき用にパラシュート用意してる。ねえ、パラシュートとか用意できんの？みんな用意しとるもんな。鉄入れあげて、ありがとう。マックス入れ、ありがとう。鉄、ああ巾着センス、髪飾り、ナイスアコーバリット、鉄着ぐるみ入れ、ありがとう。ヤミさんのイパチ、まるまる入れ、ありがとう。カズのイパチ、エイルル入れ、ありがとう。クマのイパチ、高エリのイパチ。40回くらいのタワマン最上階行ったけど耳がキーになった。そんなに。でも思うんだけど、結構さ、なんかね、いろいろだってさ、遅刻しそうな時もさ絶対時間かかるしさ、絶対中途半端な、なんか真ん中ぐらいの階が一番良さそうじゃん。すぐ出勤、あ、すぐ出動。同時多発テロ見て高いビル脱出不能で怖い。や、思う。ああいう事件見るとさ、高いとこ住むメリットとかあるのかなって思っちゃうよね。ゴジェル、おや、ありがとう。ソル、ミーション食べみなす。ヤミさん、ゲタゲタゲタ参考本。ナイス、レチャ、ありがとう。カズのイプチ、ゴッチャン、ありがとう。クマ、ゲタゲタゲタばっかですね、今日は。高エリのイプチ、テズのイプチ、ホンコン、ありがとう。高エリも2個もゲタのイチャレ。テツ、カズのイプチ、32階で仕事した時の地震と恐怖をよく言うと、ええ、怖すぎる、怖すぎるよ。下座しかねん、やめらんで。お、当たり出たよ、ほら、ヤミさんが当たり。声の大きさ抑えんときに、浴衣着た、ヤミさん、ナイス。カズナイプチ、クロスエラーに方、ケンさんもエラーに方、カズフレール、そうやってごっちゃ嘘ついちゃダメだよ。
まあ、分かるけど。いやでもなんかすごい大企業とかの避難袋パラシュート入ってるらしいよって言われたら信じちゃうかタワマンに住んでる知り合いがエレベーターが全然来なくて、来ても前で乗れないとかって下に泳ぐやば、30分、大遅刻じゃんそれ。カズも言ったりとか、エレベーター待ちで、それ下の階の方が人気にならないのかな。高いで震える、いつもありがとう。都心のマンションでイメージ保つために洗濯物をした、不便すぎる、考えられんのだけど。池村いらありがとう、鉄の一発、浴衣も頑張る、鉄フレールありがとう、いつもありがとう。高いリオンハートナイス、クママサヤエールありがとう、ソル最強説カサエールありがとう、高いリオンハートナイス、トミフミエールありがとう。なんか文明が静かに押してると具合が悪いのかと心配になってしまう父親のような心境。じゃあこれは全然大声出したい、全然大声出したいけど、あの窓開けてて隣の人いるからさ、隣の人いるからさ、やっぱり結構ここの物件が聞こえるんだよね、窓開けとったら。ジャカリレイラーありがとう、布団落としただけで大丈夫だから。あー確かにそういうことか、そういう事故も起こりうるもんね。トラちゃん震える、いつもありがとう。浴衣あと半分、待ってルームデコ書くの忘れてたわガッキーじゃないそう、昨日の今日でさ、めっちゃガッキー意識してるって思われてる。全然、てか前髪長すぎて。ヤミさん、センス、ゲザ、おー、泣いちゃれ。鉄の命、はい、流していく、カズの命。壁はね、壁は熱いの。壁は熱いけど、やっぱベランダってさ、お互い窓開けてたら聞こえるじゃん。そういうこと。ヘビアラさん、ありがとう。暑すぎて寝れないとか。冷房かけたまま寝たらダメ、冷房かけたまま寝ないでくださいって国が言ってきてる。たかりないパチ、トミ、小吉ね、ドラジェール、エビアナさんも言うとありがとう、クマないパチ可愛いお顔が見えなくなっちゃう。ちょっと待って、着ぐるみ震える、いつもありがとう。窓閉めてクーラーつけて寒さに負けんくらい大声出して体温上げればちょうど良さそういやでも今めっちゃこれ涼しいね、多分冷房かけたらめっちゃ寒い気がするんだよね。着ぐるみ売り上げてありがとう、ガチャエルありがとう、エルレールありがとう。しかもアベメちょっとちょ甘えててさ、昨日からずっとエアコンつけてるんだよねだからちょっと休ませないとと思って、必要ない明かりは消してって言って。あ、そうなんだ、そのぐらいなんだ。ヤミさん、センス、ゲタ、センス、ゲタ4個もないし、惜しい惜しい。クマナイパチ、カズナイパチ、マサヤ、ゴッちゃん、マサヤ村ゲタありがとう、ゴッちゃんいるありがとう。あーいいよ、寒いギャグウェルカムじゃあ楽器意識してないって、意識してない、本当に意識してない。でもなんかたまにさ、こうやって髪型変えた方がさ、みんな飽きなくないみんな雨に飽きないでしょ。寝てる間に熱中症になるのだっけ。本当に寝てる間に気づかんうちに熱中症とかになるのかな。なんか苦しくて起きたりしないのかな。レイピーエールありがとうついに呪われたまで言ってんだけど。ヤミさん震える、いつもありがとう。ソルサファイアありがとう。 SJ ありがとう。あ、そうか、原発使ってないからってこと。エアコン切ってって言ったら熱中症になる人いるから絶対言わない。確かにね確かにね。ヤミさんも料理したありがとう。ネブエールありがとう。香港フレール、いつもありがとうスキンヘッドにしてもってことはマジ飽きるなんて絶対ない。本当かにゃ。アベメ今13回だった。浴衣13回でした。まだ半分には行ってなかった。浴衣13分の35でした。ノルマです。おやえらありがと
まだ開けてんのに大声出しながらゲームしてる人はいろいろ楽しんでるかもとかいやめっちゃわかる。アウェイなんてさ毎日あの窓開けて寝てんだけどめっちゃ聞こえてくる。やっぱ大学生多いからすごいみたいなのがめっちゃ聞こえてきて全然寝れない時ある。池村フレールいつもありがとう。クロスエール香港無料ゆったりありがとう。平田ゆうきちゃん、平田ゆきちゃんいつも鉄に誰かに似てるって言われる気がする。調べてみよう。ああ暑さに鈍くなったらってことか。おしましはあるかも。太陽じゃないんだよ何その絵文字。めいちゃん俺のアイコンみたいなの似合いそうよね。着物ピンクが似合うと思う。さあベメイね袴選んでんだよ。卒業式の袴選んで全然可愛い系にしなかったから、なんかみんなのなんかみんながっかりするかなとか思うんだけど。ケンさんマサイフレールありがとう。傘もフレールありがとう。いつもありがとう。え？ページが存在しません。わからん。バグ？ハモンドカナチン再拠説ありがとう。おかえり。浴衣の数豪華。SJ フレールありがとう。フィフィエールありがとう。マックスエールありがとう。お、キツネじゃない？見逃すとこだった。ヤッホーキツネ CFVS さんおかえりなさい。エールありがとう。クマエールありがとう。昨日エアコンとテレビと電気つけっぱなし。いや本当にそれ良くないよちょっと努力してる人がいるかもしれないじゃん。頑張ろう。来るサイのもあるね。確かに池村無料言ってありがとう。エベアラさんフレールいつもありがとう。まるまるエールありがとう。スラム街じゃないもうすぐクマスラム街。アウェイの住んでる地域スラム街にしたがる。ソルコギツネフレールありがとう。いつもありがとう。武装ですね。 SDR エールありがとう。いや思った、信号無視かな。でもねここら辺ね、こんなパトカーの音聞くのめっちゃ珍しい。あんまパトカーの音しないんだけど、ここら辺。ヤミさん、センス、おお、髪飾りナイス。センス、参加もありがとう。コバさん、エール、カズ、クマのインパッチ。エビアナさんまでおいてありがとう。クマ、ゲタ、センス、ゲタ、おお、ナイス髪飾り。着々と上がってきてる、ポイントが。エビアナさんまでおいてありがとう。どうボディーガードしてくれる。カズ、ヤミさん、高いリナインパチ、カッチャンエラありがとう。ソルムリオゲストです。鳴り始めがあの音よね。今のめっちゃ近くない？びっくりしたんだけど。まだ開けてるからか。エビアラさん、ゲタ、ナイチャレありがとう。治安いいですね。いや、治安いいよ。めっちゃいいと思う。うちの町。カズ、クマのアイパチ、ウスラフィオのサクラはメイちゃんに似せてきただからそんなことは絶対ないって。それ逆だったらありえるかもしれんけど。ゴッちゃん初見です。エリアラさん、ゲタン、ナイチャレンジ、おいしい、ありがとう。クマ、カズのアイパチ、ドラジェフレール、いつもありがとう。仁義なキャブに用心棒します。何短めるよって。雇うためにお金が必要。短め量。え、怖い。なんかもうちょっと閉めよう窓怖いので閉めてきます。まあちょっと待っとってね。これでエアコンをつけるか。ちょっと寒いけど
27度とかにしたらいいのかな。まあいいや、26度にしてみて一旦。よいしょ。あ、腰が痛い。めっちゃエイズでクラス選び方、あ、みかじめ、あ、それでもわからんかった。ツイッター競技できない、シェアができないってこと。でもみんなできてる、できてる気がする。職務質問はされたことないされたことないよ。逆にされたことありそう。で、ブエイラリ、間違えた、みかじめ。さくらも一度もやったから、その時にチェックしたなわけないけん。え、何、例えば、え、でも何も髪型も違くない、広い家だから。違う違うめっちゃ狭い、めっちゃ狭いよ。もうあのそこでリモコンめっちゃかましてたから。え、29度設定、それってさ、ちゃんと冷房かかるの。さっき説明何かと、白熊の毛皮で作ったとか言ってた服を羽織ったらちゃんの変化それなんだっけ、わ懐かしい。え、コートだっけ、違うわ、白熊の毛皮、何の服だっけ。あー、あれだ、あのベストか。さっき説明何かと、え、みんなシェアできん、嘘。 SJ ふみふみいる、それ分からん。でもアブメのせいじゃないと思う。17がなんかおかしいのかな。アブメ何もやってない。アブメレベルなら警察もナンパ目的で声かけてくる警察のこと舐めすぎなんだけど。クマミカジメ料は用心棒、あ、やっぱ料金は払えってことか。マックスエラリカと払いません、表示する内容がありません。え、なんで、分からんいや思い出したよ、ベストでしょ、じゃがりでいるやり方。この間テレビで交通違反取り締まってたんだけど、不審警官の人ナンパされて、いえ、変な人がおるね。だから職質、あ、交通違反か交通違反かい、いつも共有できてるのに。え、なんでだろう、分からん。でもアブメ何も構ってないんだけど。え、ちょっと待ってみたら。よーらし、おかえり、はーい、エールありがとう。半年見ない間にメイちゃんの話しちゃいですそれアブメの話じゃないアブメもさ、そんないい話してないけどねあんまりそんないい話してないか、多分アベメじゃないと思う。この前会社の同僚が職質された時、気圧もあんなことやこんなことやかして任意で協力請求せるわって強すぎる。あれさ、任意で協力しなかったら、え、じゃあなんか怪しいですねとか言われるじゃん、絶対。協力しないってことはみたいな、絶対言われるかない。でも本当に参加しなかったらどうなる、あ、本当に協力しなかったらどうなる。Facebook はできる。え、じゃあ Twitter がおかしい。なんか他の枠でシェアとかしてみ、あ、やばい、やめよう。シェアだけして出ていったらなんか変な人だと思われる。え、だよね、任意というのの強制だよねかっちゃん、いいのありがとう。焼酎じゃないって、水です。今日もうこれ2本ぐらい飲んでる。2リットル近く飲んでると。これ何リットル、これ1リットルぐらい。今日2本、今日あとこれだけ、これ飲んだら2リットル。かっちゃん、ありがとう。あ、間違えた2回目言うとこあった。あ、てかもう窓閉めたけん喋っていいんか。別に大した手間じゃないし、わざわざ拒否する意味もないけどね。確かに、でも反抗期だったらさなんかすごい反抗する気分だったら反抗しちゃうのかな。そう、面白い形、これめっちゃ持ちやすいんだよ。
ジムとかで大活躍。焦げつね、ルールありがとう。ということは2位ということで、アベメに強制職質する件あるんか警察。このあ、アベメ対象だったらちょっと怒っちゃうくま。クロスエルありがとう。焦げつね、終わったりです。 LINE の共有の内容コピーしてツイートするわ。いや、ありがとうありがとう。よろしい、ゲタナイス、ありがとう。障害じゃないんです。ネブエール、ありがとう。クマの一パチ、カズ、高エリ、鉄の一パチ。ランタンみたい。でもなんかジムとかに行ってる人ってさ、こういう何、こういう水筒を持ってる人多くない？こういうのが取っ手がついて、ちょっとでかいけど。これ単押しも任意という名の強制じゃないよ強制してないし、少なくともアムメイは。サキサツフレール、いつもありがとう。ストローとかも使えるの？え、これでってこと？めっちゃ長いストロー買わんといけん。これ 950ml。 アムメイに強制職質しておる警察官にタックルして、公務執行妨害で捕まっておらんの未来が想像できたいや大丈夫だっけ、アムメイ。別にもし職質強制的にね、半ば職質されても全然応じるしあー、なんか自分の見た目そんなに怪しいんかって落ち込むけど。おやフレール、いつもありがとう。1枚ありがとう。おかえり。交通違反反則金も任意で払う。え、そうなの？初めて知った。クマセンス、おーナイス巾着、ふーゲター。クマナイス。数ないパチ、髪飾り、おー2個もナイス。ゲタゲタ。やっぱクマ髪飾りめっちゃ出る。待って、なんか小林いるんだけど。数高えり、鉄ないパチ。俺こう見えて一度も、あー捕まえたかった。しゃ一発で捕まえれたんだけど。反射神経、ふみふみ震える、いつもありがとう。え、意外かも。ごっちゃんなんか何回もあるって言うかと思った大門おかえり。卒業してなかったら単押しだったかも。マジでも、アブメどっちみち向いてないから、多分遅かれ早かれあの道から撤退してたと思う撤退撤退で向いてない、本当に向いてないって今は本当に思う。みんながアイドルしとる姿を見て、すごいでしょう。2位じゃないんかい。マックスフレール、いつもありがとう。〇〇エール、ありがとう。髪の毛スカスカなら髪くすりがスカスカなの。ダイム、サファイア、ありがとう。その言い方よ、あやめましたな。まあしょうがない、これはシャブメイが生きていく上で大事なことだった。クマ、ゲタ、センス、ナイチャレンジ、鉄、高入り、数の一発、ごっちゃんやられる。もうすぐ G っていうか、本当に最強戦さ。え、そう思わんけどね、別にごっちゃんが。でもごっちゃんさ、自分のことさ、すごいなんかヤクザみたいな見た目ちょ言い過ぎかな、してるって言ってるからさ。いつも払わないと何度も請求来るけど、裁判する気までないから、そのうち検察諦めます。大体は最後の言葉が怖いんだけど、大体はね、運悪かったら裁判されるかもしれない。光、止まったらお帰り、エイル、ありがとう。脳結婚、高入り、下駄、センス、高入り、ナイチャレ、ヤミさん、お、ナイス、ナイスビープ、ありがとう。カズ、鉄、クマの一発、ヤミさん、センス、下駄、わあ、ナイス髪飾り、イエーイ。そう、髪飾りも大事だけんね、このイベント。髪飾りも集めんといけん。で、髪飾りをもらうんだ、アブメは。カズ、鉄の一発、ハモンドエラリクト、誰が職質顔やかっちゃんって職質顔なのヤクザみたいなヤクザみたいな見た目は言い過ぎた。クマの一発そこまで言ってないかっちゃんエラリクト、
いや下駄は集めんで大丈夫下駄集めてないけん、すごいみんな高いいっぱい下駄出してくれてありがとう下駄集めてない。払わなければ逮捕状を持って自宅に警察が来ます。やばいじゃん。ちょっとみんな払った方がいいらしいよ。ところでマジで24時まで、さすがに24時まで多分危ない、ちょっとあのきついから23時ぐらいまでやりたいかな。ジャカリでエステアレイありがとう。最近毎日配信できんけんさ、あのできる時にいっぱいしたい。クロスフレイありがとう、いつもありがとう。違う、見た目いじりしてないしてない。ごっちゃん言ってたでしょ、なんかアベメはそんなこと思ってない。さやか高青年賛否両論そこが一番大事じゃん。賛否両論ってことはさ、高青年じゃない可能性含まれてる。まあ実際に見ないと分かんないな、アベメが。マジで寝落ちする？マジで？まあそん時はそん時だ。22時半から23時ぐらいで危ない、配信切るから。ちゃんと出頭に応じていたら逮捕はありません。やったことがあるってこと？ほらいつもゲスみたいな顔面してるのに中身もゲスって言われる。いつも、いやゲスみたいな顔面してないと思うけど。起きた時めっちゃ後悔するんよ。アブメイが22時に配信切ってくれた方が後悔しないかもしれない。でも昨日公園で武藤トムがひなこちゃんに年齢いじり禁止って言ったら、年齢いじりさせてくださいって言ったけど何その会話年齢いじりって何？なんかおばあさんとか言ってるってこと？それはやばすぎるでしょ。でも先輩だよね度胸すごすぎるんだけど。まあでもあれかな、今の AKB はアベメイが男頃の AKB とちょっと違うのかな。上下関係ちょっと緩くなったのかな。ごっちゃん無料ギフトありがとう。エイドルエイドありがとう。さすが島根県代表なんか同類みたいにやめてよ。 TikTok でアベメイの切り抜き、TikTok でアベメイの切り抜き載ってんのえ、誰が載せてるの？怖いんだけど。トムさんって28歳になる。でもなんかアベメイさ、トムさんめっちゃ尊敬してる。アベメイが言った頃は上下関係やばかったって。も別にやばかったっていうか、みんなさん優しかったけど、許可なし切り抜きが載ってるらしくて怖いですね。再季節傘もやげた、ありがとう。あれマジだと思うけどまあ許せる人と許せない人がいそう。でも確かに飛行機乗っておって隣に行く道が乗っておった時に寝てたら椅子が揺れて空飛んでよ、何地震だって機内叫んだって。そんなこと言ったことある？地震だ寝ぼけとったってこと？それアブメイが叫んだの？小ぎつね無料ギフトありがとう。支払いはに、あ、じゃあ出頭したらどっちみち払わなきゃいけない。負けちゃったか。聞いたこと、みんな記憶力良すぎ。言った当本人全然覚えてないの。アブメイマジで記憶ない。中学生とかの時の記憶、窓際のおじさんが席立つ時に椅子手すりみたいに寝ぼけとったんかな。でも確かに今でもちょっとあるかも。飛行機に乗っとって寝とってめっちゃ揺れた時結構びっくりする。なんか寝てる時はさ、空の上にいるっていうさことを忘れてる時あるからさみたいな感じになる。 P 社おかえり、エール無料ゲストありがとう。ごっちゃんフルエール、いつもありがとう。ハモンドエールありがとう。愛媛の帰り空港でメンバーに会った。でもそれ合うよね、愛媛とかすごい地方だったらさ。
あ、やっぱ寝ぼけとった時はあるわ確かに今そんなないけど。猫、キツネ、エールシェありがとう、ヤッホー、お決まりの聞いて聞いてっていうのを言ってあれじゃない、アベメイさ双子だけんさ、聞いて聞いてって言わんと聞いてくれん環境におったんかもしれない。それで聞いて聞いてって言わないと発言できなく なってしまったんかも。場所を忘れるほど眠れるの羨ましい。え、でもなくなってきたよ本当に。中学校高校生の頃は結構そういうのあったけど、今はね全然そんな深い眠りに入れん。飛行機で遅れたかなんかでぶち切れてなかった。じゃあ遅れたっていうか、なんかブメさん学校さすごいもう休みすぎてる時に欠校になったんだよ。もう休みたくないと思った時に欠校になって、はあマジかってなった時はあったかも。キツネ無料ギフトありがとう。中二の時に飲み内で貸した200円まだ覚えてるかな。あゆみ、え、誰誰マジで誰の話。かっちゃん震える、いつもありがとう長所ありがとう。キツネ無料ギフトありがとう。飛行機や離陸と着陸どっちが好きか。どっちも嫌いだけど、まだマシなのが離陸かな。着陸はさちょっとあのドーンっていうのはさパイロットの技量によるじゃんめっちゃ上から落ちてるんだけどめっちゃスムーズに降りる人は全然ストレスには感じないけど、ドーンってなったらちょっとなんかうおってなるよね。あやねのキャッチフレーズ聞いて聞いて、金のね、節度ね、あやね、あれそんなんだったっけ。うわちょっと忘れてきてる。キツネおかえり、さっきいいねしてたでしょ。聞いて聞いてショールームで言うめいちゃん可愛かったな。みんな聞いてる聞いてないかもしれんじゃん。あー雪と喧嘩って言われた時のやつか。キツネ猫ぴょんぴょんありがとう。合宿前回から寝つき悪くなってよくメンバーが寝れないって言ってる。わかるようになった。じゃあ逆にその前はさ寝れないってことあんまりなかったってこと。わかる。金持ちの場合だったり物じゃあその言い方やめてよ。もう何も物申せなくなっちゃうじゃん。このご時世のせいであやねちゃんの早いとワーマのフライングゲットが聞けないのつらい。なんで聞けんの。公園がないとか。食べ過ぎ飲み過ぎお帰りでありがとう。離陸の加速 G はたまらん。あやーん、あれやめても。別にそんなに好きじゃないんだよなあれも。しかもさちょっとふわってするときあるじゃん。いいねしとった。あマジ無意識に、無意識だった。離陸したときはいよいよ出発やワクワクって感じするし、離陸したときはちょっと待って待って着陸したときかな。着陸したとき目的ついたってワクワクしたから甲乙つけがたし。あ結構ポジティブな意味で。ラブメンはどっちも苦手かもしれない。めいちゃん、はい。あんまりなかったのすごいね。めっちゃ健康的かも。着陸です一瞬頭がこんがらかった。離陸の時は最近ちゃんと眠れん。なんかそういう時あるよね。あぶめいさまだそれなんか対処方法全然あのさひらめき出せなくてさひらめき出すなんかつ解決できたことないんだよね。寝れない時どうやったら寝れるか。結局朝の4時ぐらいに寝てしまう。オリブさんこんにちは、はじめまして。オタクが声出す。あーそういうことか、なるほどね。そうアベメもさあのなんかジェットコースターもそうじゃん。ふわってするのめっちゃ苦手なの。ハモのフレール、いつもありがとう。
飛行機で機長が挨拶するけどスターフライヤー乗った時の片言のアジア人の人が機長だった時少し不安になった。え、スターフライヤーってえ、日本じゃない？嫌い気です。5時多いのに長文に調整するとか、え、そう、すごいすごいわ。5時が多いのに5時が多いのにチャレンジしとってすごいわ。あ、かっちゃんそうだ、ショートスリーパー。でもショートスリーそれでさ全然何もしようがないっていう人いいよね。浮遊感大嫌い。濃いウイスキー飲んだら秒で寝れる。あ、それね、うちの親がねいつも言うに、なんか車酔いするとき車に乗る前になんかウイスキー飲んだらいいよみたいな。ちっちゃい頃それであれ酔い止めにされてたらしい、うちのお母さん。毎日ベッドに入って3分以内に意識をした。羨ましい。なんかあれこれ考えちゃう時とかある。あー、なんかあれ今日のあれこうすべきだったかなとか、あ、待って、あの課題やっとけばよかったみたいなのを次の日やればいいのにずっと考えてる。あ、お酒飲めばいい。払わずに済むことがある。詳しいんだけど、アベメがグーム行った時の機内で食べたのはビーフオアチキンですか？どっちを食べたかってこと？え、まずそのビーフオアポークとかビーフオアチキンとか言われたことないかも。なんか初めてグアムは親なしで行ったけど全然聞かれんかった。そんなこと、キツネイルありがとう。マサヤのヨギツです。お酒飲むと寝ちゃうけど次の日あんまり調子良くない。わかる。なんか結構飲んじゃうとさ、まあ、結構っていうかもう2杯ぐらいでもさ、あぶない、なんか手とかがむくんでくるんだよ。なんかすごいパンパンになってるのを感じる。つぐみんの安眠ラジオ聞くと寝落ちします。ラジオアプリでアーカイブあり。聞いてみようかな。でも確かにつぐみんって安眠効果ありそう。あの顔見るだけでも安眠効果ありそうだもん。小ぎつね無料人ありがとう。コード安定した時にシートベルト外してビールの缶を開けた瞬間がいよいよ旅の始まりやって感じして、いいな。そう、旅行とかだったら確かにできるよねそれ。でもアベメまだなんかそういう昼間にお酒を飲む楽しさとかなんか移動時間に飲む楽しさとか分からんかも。飲酒運転、あ、違う乗ってる側で、助手席とか後ろの席に乗ってる側で。あー、LCC ってそうなんだ、初めて知った。毎日反省会なんです、危ね。子供の頃酔い止めで、そう、なんかウイスキー飲む文化があったらしい。STRL ありがとう。ビーフ顔しとるのかな。え、どういうこと、どういうこと。そう、ずっと課題に終わり。あ、でも今はそんなに課題ないかな。ちゃんと勉強してる。法律の年末年始は毎年グアムで探す。いや全然家族で海外旅行本当に昔一回しかないか。食べ過ぎ飲み過ぎエイレルエイレル。そう、エイトでグアム行った時ビール一缶飲んでも30分でアルコール抜けるで。ん？そうなの？本当に？え、それはちょっと待って、あ、それはクマだけってことか。ジャガリンで2座入れと。高いリサはすごい朝から飲むこと多い。それお酒飲んでその舞台とかイベントとかに参加するの？代々木公園ピクニックで昼飲もうよ。ピクニックでお酒飲むの？大人や。カズノアリさんこんにちは。ハモンダムリを言ってありがとう。止まったらえられ方。じゃあアベメは未成年してない。親の世代がね。 LCC 基本安いけど荷物とかで追加料金たくさん取れるけん、いつも日本航空。
あー確かに LCC ってそうだね。なんかロシア行くときに行ったときに初めて LCC 乗ったんだけど、確かにびっくりした。もうなんか最初さ、チケット代見てさ、超絶安いとか思ったら、意外となんか持ち込める荷物のなんか限度がめっちゃ低いんだよね。絶対追加料金払わんといけんじゃんみたいな、海外旅行だったら。結構払った気がする。確かにずっと一番搾り飲んで明活したのに。一番搾り飲むこと明活になってんの、やばい。アベメ一番搾り飲まなきゃじゃん。ちゃんと明活って永遠に言えるように。適度なアルコール摂取はリラックスできるし、気負い専用になるし、メリットだらけやね。あーでも確かに思うかも。うん、なんかアルコールちょっとだけ飲み始めぐらいはめっちゃリラックスできる。確かに。海外旅行はどのサイズのキャリーバッグ？でも結構デカめ。あ、でもん？でもめっちゃデカいわけじゃない。まあまあデカめぐらい。本当はね、なんかもうバックパッカー並みにめっちゃ荷物少なくして海外旅行行ってみたい。全部現地調達みたいな。キツネエリアで行く。ねえ、ナマコは本当に無理だった。申し訳ないけど、あのね、ああいう系めっちゃ苦手なに。触れん。びっくりした。触れん。キツネエリアで行くと。じゃ、いやなんかめっちゃ、いやだって人が、え、人入るかな。あ、でもアブメイドじゃない。なんか親に借りためちゃでかいキャリーバッグ持って行ったんだけど。食べ過ぎ飲み過ぎ。にやり。ね、預けないサイズいいよね。わかる。旅慣れたら、荷物少ない。確かに荷物少ない人ってめっちゃ旅慣れてる感じあるよね。あ、でもナマコ食べたことあると思う。なんか食べれるは食べれるけど、本当にもう思い出しても無理だと思う。触れん触れん。本当に死んでも触れんかもしれない。え、そうだから自分がなんか触れんからこそ、まあね、決心したら触れるかも。もう覚悟決めて腹くくったら触れるかもしれんけど、モサピはそう、自分の代わりになんかさ、触って捕まえてくれてるかな。ナマコはなんか、いや本当に無理なのある。なんかぬめってしてるっけ、全般触れない。カエルとかも、カエルとか一番無理かも。キャリーバッグ8年前アルミ化してから買ったから。それ多分お姉ちゃん自分のものだと思ってるよ。鳥取島根でナマコを毛嫌いしたって。え、そうだったっけ。知り合いは機内でビール飲みすぎてもうありませんって言われたらしい。どんだけ飲んだ。え、機内にあるビール全部飲み干したってこと。とも、こんばんは。エールシーありがとう。キツネ無料ゲットありがとう。触った感じが、いやもうなんか見た目が明らかにヌメヌメしてそうな感じがちょっと無理かも。しかも芋虫とかも無理だけんさ。ああ無理だな。本当に海の生物ってなんであんなグロテスクなんでしょうか。まあ魚はいけるかな。魚はいけるけど、 STR 震えるいつもありかと。グアムのナマコって太いゴムホースみたい。ああ確かに、なんか想像しとったナマコよりはちょっと違ったかも。食べ過ぎ飲み過ぎありがとう。ああスライムは好き。確かに。魚介類だ、多分いけるやつはいける。キツネ育てていく、ありがとう。カズナイパチ。あータコも無理だね。タコやナマコは洗濯機。洗濯機で洗うぐらいだったら自分で洗うんだけど。やだ、だってそれで服洗うってことでしょ。無理すぎる、無理すぎるよそれ。あ、でも食べたことある。うん、ナマコ美味しいと思った。クマナイパチ
あー CA さんが制限して、なるほどね、そういうことかも、確かに必要だよね。やめちゃってありがとう。エイルルフレル、いつもありがとう。カニとかエビはゴツゴツしてるから、あ、そう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 、ヌメヌメ以外のものはね大体触れる。あとプニプニ以外だったら、プニプニしとるのは無理かな。あ、いや、死んどったら触れるかな。なんか食料として見たら触れるけど、エビとかもそうかも。動いとるやつはちょっと怖くて触るんかもしれん。ナマコ、あ、ナマコ専用の洗濯機ってこと。高いりない、こっち。山口はスーパーでナマコ売ってる。コリコリしておいしい。すごい、ナマコ売ってんだ。え、ねるねるねるねはまあ普通に好きかも。なんかああいうチーク菓子好きだよ結構。ニーザエルジャカリでフレイラリカとプニピク、これスライム。冷静に見れば、あ、いやそうなんだよね、それはね本当にあの分かってます分かってるけど、でもやっぱ美味しいが勝つんだよね。うわめっちゃベトベトしてる。うわ、スライム元気だよ。ちょっとなんか透明感なくなってきた。すごい久しぶりに見るでしょみんな。アフメもちょっと久しぶりかもちょっと久しぶりに見るかもしれん。メカブ、オクラ、長芋、納豆、なめこ、ぬめぬめは大体おいしい。あー、いやオクラ好き、メカブも多分好き、長芋も好き、納豆も好き。でもなめこは無理かも。え、なめこめっちゃ無理かも。え、スライムが飛んでいく。うるおいが、ヤマチャップ無理ありがとう。めっちゃくっつくんだけど、キツネイラリカと固まってんのは3ヶ月ぶりか。うわ、スライさんスライさんって名前になっちゃってるもん。はい、ソル了解しました。まだそんなもんだよ。そんな、え、でも結構久しぶりに触ったかも。固まってない。え、むしろなんかめっちゃ柔らか、こんなに柔らかかったっけってぐらい柔らかいんだけど。なめこよりスライム触れんはないよ。え、スライムなんてさ、ただのあれでしょ、化学物質みたいなもんでしょ。人工物というか、人工物は何だって触れるかも。なんかどんな気持ち悪い見た目しとっても、いや分からん、物によるかな。でも基本的にヌメヌメとか、いやなんかちょっと柔らかい見た目の生物とか怖い。キレイキレイで洗ったらスライムのベトベト落ち、いや、やめた方がいいと思う。それ絶対なんか溶け出しそうじゃない。食べ過ぎ飲み過ぎ、ありがとう。もっと滑っとしたイメージ。あ、なんかこのスライムねちょっと変わっとるに。うわ、クリアスライムって言って、あー、そういうことか。あ、手は洗える、手は洗える。これを洗うんかと思った。まあでもそんなになんかめっちゃくっつくわけじゃない、全然くっついてない。こうやってやったら取れる。え、豚の角煮好きだよ。ブニブニしてるからってこと。あ、でも、確かに。あ、でもこの前沖縄でした音を食べた、なんだっけ、沖縄の角煮のやつあるじゃん、ラフテー、めっちゃうまかった、ラフテー心優しい、虐待する気がする。ラフテー、そう、脂身多い。まあ脂身のブヨブヨは全然。え、でも触ることなくない、食べ過ぎ飲み過ぎ無料ゲット、ありがとう。あ、めっちゃ熱く、やめちゃった、いいね、ありがとう。
そう、ソーキそば食べれんかった。なんか下尾がさ、別にソーキそばあんま興味なさそうだったからさ、いいやと思って、あぶねんもじゃあソーキそばいいやと思って、まあソーキそばなんかこっちでも本州でも食べれそうと思って。ラフテーって係と少し違ったりするっけ。やべめはよく分からんかった。角煮のことをラフテーって呼んでんのかなと思ってた。エルル受ける、ありがとう。下尾くんソーキそば、あ、知っとったよ。え、だからね、下尾ね結構沖縄行ったことあるから、仕事で結構知ってるんで。選ぶってなんだ、分からんか。紙粘土じゃないね、全然光ってるでしょ、なんかすごい空気が入ってね、すごいなんかメタリックな感じになる。それ言ったら沖縄料理、まあ確かに。いやそれはそうなんだけど、姉ちゃんの意見は尊重する。いやだって2人とも食べたいもの食べた方がよくない。アブメインは何でも食べたかったから、なんか下尾が食べたいもの全部いいなって思ったっけ。そうしとった。おにへび、みゆちゃんって興味ないものは本当に興味なさそう。あー、でもそんななんかはっきりしてる感じじゃないけどね、全然。少なくともアブメインの印象では結構何でもウェルカムな感じ。アブメインもそうだし、なんか何でもやってみようってタイプじゃないのかな。これ面白いよ、なんかこうやってさ、なんか変な匂いするんだけど、こうやってこねてるのが面白いの。飴細工の職人になったみたい。優しい、ありがとう。優しいって言われる、嬉しい。みゆちゃんはお肉系と お野菜系どっちがお好きなん。肉じゃない？あ、絶対肉だと思う。もうずっとステーキ食べたいって言っとった。最初のお昼さステーキ食べたのにさ、次の日もステーキ食べたいって言っとった。結局ロブスター食べたけど、ステーキ屋さんに行ってロブスター食べた。総選挙の時食べた沖縄そばめっちゃ美味しかった。なんか今までめっちゃ美味しいって思うソーキそば出会ったことないけん食べてみたい。女神様。アメ細工、でも面白そう。アメ作ってみたい。ねえやめて、そういう言い方きつね。クマセンスゲーター、はー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 、ナイス。キツネー、ありがとう。マジ偏ってる。キツネ数の一発。ステーキ食べたこと忘れたんじゃない。一日で、いや何回も言ったけどね、アブメ、いや昨日食べたやんみたいな。本人も絶対覚えてると思うけど、いや覚えてなかったらやばくないです。病院行かするわ。旅行とか以前に。みゆちゃん下着のアンバサの会見でユキリンとユーリンの3人なのにこの4人でって言って、いやおもろすぎ。いいね、いいボケかましたね。高いよね、こっち。サムズグループ、何それ、何それ、ステーキ。コメント様にギフトもする。そうそう、てかみんな浴衣出してほしい。浴衣が欲しい。何気に沖縄のお肉美味しいのよね。美味しかった。そう、いやしかも割と安い。そうでもない。アベサイクもじっていく。ソル猫目目ありがとう。キツネセンスセンス。泣いてね。あと髪飾りも高いり数ないパチ。結構当たりやすいんだよこのボックス。高いり下駄、おーナイス巾着。そしたら抜けてるのでって言ってて。抜けてるのでってどういうこと。私ちょっと性格が抜けててってこと。よし、熊ないパチ数ないパチ。センスある、センスある、センスある。ビエーン、ニーザエラありがとう。これワンチャンバナーいけそうじゃない、なんかそんな気がしてきた。巾着袋。
巾着袋集めてない。あ、でも集めてないけど巾着袋当たりの1個下なんだよ。だから欲しい。パオン、ピエン通り越してパオン。あ、抜けてるそういうことね。クマ、ゲザ、うわー、さすがや、クマ本当にさすが。いつも髪飾り、カズ、キツネ、鉄、たかりないパチ、ヤムチャップ、イラリカと、ナイス髪飾り。髪飾りはね、8位以内に入らんといけんね。キツネ、ゲタゲタ、ナイス、カズ、たかり、カマないパチ。でも今んとこ全部ランクインできそうなぐらいじゃない。このイベント人気ないのかな。おお、たかり、ナイス、ナイス髪飾り。カズ、鉄、キツネ、ナイパチ、ナイス髪飾り。髪飾り今3位だよ。だいたい同じぐらいの順位になってるのか。浴衣がねめっちゃ少ないね。浴衣今13回7位とか。浴衣めっちゃ少ない。でも総合3位。あ、ワンチャン落ちるかな。ちょっと落ちるかも。センスもなかった。高入り、下座、センス欲しい。ナイツよね。髪飾りと下駄を装着して浴衣を着れる子が増えて、いや本当に本当よ。出してあげて浴衣。カズ、鉄、キツネ、クマナイパチ。肝心な浴衣がないとね。ねえやばい、なんかめっちゃ、え、やばいんだけどニキビ大丈夫？え、ここら辺もしかしてわかる？高入り、よっ、髪飾り2コンボ、ナイス高入りからの巾着もナイス。センス、カズ、キツネ、鉄、かまないパチ。わかった、じゃあ心から浴衣着たいって思う。取れんくなった取れんく、あ、取れた、取れたけどちょっと指につくな。クマ、ゲタ、うお、髪飾り、リュウエール、ありがとう。ゲタ、センス、クマ、ゲタ、髪飾りにコンボ、ゲタ、ゲタ、巾着、ゲタ。え、このイベント穴場すぎん？結構当たるじゃん。イエーイ、ハブベー。肝心な浴衣は当たらなかったと心から思ったんだけど。キツネ、高入り、カズナイパチ。だって当たった浴衣で浴衣配信したくない？キツネイル、ありがとう。高入り、髪飾りナイス。センス、ゲタ、ゲタナイス、ありがとう。カズナイパチ、そう、リアル浴衣がもらえるの。リアル浴衣が、合計何位だったかな、5位とか6位以内、5位以内か、入ると浴衣はもらえるの。浴衣届く頃に冬になってえ、17の配送が遅いから。浴衣の柄を最後までイメージして浴衣着たいって想像する。わかりました。どんな浴衣がもらえるかわからんけど、浴衣作ってくるえ、作れるの？作ってほしいわ。じゃあしばらく鬼みたいに新しいイベントついたから、いつなんかガス抜きに用意したんだ。でもの割にはね、このイベント全然参加者いなくない？超穴場。クマ、また髪飾り、すごすぎん。ゲタ、ナイス。クマ、高入り、カズ、キツネ、鉄のパチ。お、高入りもセンス、髪飾り、ゲタ、髪飾りめっちゃ当たる、めっちゃ当たる、すごい。カズ、キツネ、鉄のパチ、めっちゃ当たるんですけど。ナイス、ナイス当たり。髪飾りはね、8位以内に入ると髪飾りもらえるんで、アメはそれ狙いです。なんなら髪飾りが一番欲しいかも。アメ浴衣持ってるけど髪飾り持ってないんだよね。髪飾り欲しいそしたらみんながさ、みんながいつも買った方が早いやんけって。確かに、ニザイラリカと。
浴衣生地が輸入されへんから作れんのかしら。あ、もう売り切れ。じゃあアベベ夜に配信してるのが間違ってる。だから髪飾りも作れるの。かんざしじゃなくて、え、なんて書いてあったっけ。あれ、なんて書いてたっけな。かんざしじゃないよ、こうじゃない、こうにつけるやつ。ヤムチャップ入れられるかと。魚市場と同じで朝市が出やすいんかも、浴衣。あー、なるほどね。じゃあ朝市に配信やってたらめっちゃ出てくるかも。いやー、100均のやつなんてやりたくないよ。つけたくない。ちゃんとしたやつつけたくない。どうせだったら、どうせならさ、どうせ浴衣着るんだったらでしょ。分かった。これさ、なんか温度が高いと溶けちゃうんだ、ちょっとだけ。やべえ、朝苦手だけん夜しか配信できん。一日、最近一日起きしかできんし、マジ最悪、マジ最悪か。木金ができるかな。で、たまに土日にしようかな。今のところの配信スケジュール、あれは何時間寝ないと人としての活動ができなくなりますか。最低でも、でも5時間睡眠必要かも。4時間だとなんかすごい顔もクマやばいし、全然なんか体うまく働かんしみたいな。朝だと回線混んでないから快適に見れる。え、まあワンチャン朝配信いいけどね。あー、いやでもどうかな。え、でもほぼ毎日やってたと思うんだけど、週5、6ぐらい。寝不足面も可愛さ変わらんやつ。いや、変わる。やべえ、クマやばい時本当にやばい。絶対言われるもん。寝不足で学校行ったら絶対友達に言われる。え、クマやばくないみたいな。そのぐらいのレベルで、本当に寝不足の時クマやばい。クマ。めいちゃんの朝って10時配信。いや、朝配信やるんだったら7時とかじゃない？朝の7時から8時とか。週4は言い過ぎでしょ。クマ、センス、ゲタ、ゲタ、センス、ゲタ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 、泣いちゃれ。カズ、ナイパチ、ナイパチ。クマ、キツネフレーでありがとう。いつもありがとう。キツネもナイパチ。ユリナの朝配信11時。それ昼配信。なんか最近決めてやっとるに、やっぱ自分で独学で、や、独学、いや一応予備校やってるけど、自分でスケジュール、勉強スケジュール決めてるからさ、それが8時半から始めるっていうあれなんや。だから朝配信するとしたら7時から8時かな。なんかスケジュールに沿わないことはあんまやりたくないかも。今まで週、え、嘘、あ、まあ、できなくなっちゃう時があったからか。平均週5、週、最初は朝配信だったんだけどね、配信始めた時。なんか朝の方がいいって事務所の人に言われた時、朝の方が人がいっぱい来てくるみたいな。クマ、ゲタ、センス、センス、わー、ナイス髪飾り、ありがとう、ナイス、カズマイプチ、イエーイ。勉強できるようになりたい。勉強嫌い？でもトミー割と好きなイメージあるけど。ピエン通り越してポコン。え、どこのプロフィールのこと言ってる。毎日ね、インスタ初日は朝やっとった。あ、本当に朝やりたくなかったけど。夕方とか夜がいいなと思ってたけど、なんか事務所の人が、朝は配信する人が少ないからなんかフォロワーが増えるみたいな。17？ 嘘、マジ
あれこの前買えなかったっけ。大嫌いなの。でも挑戦しようとしてたでしょ私。あ、本当だ、毎日20時って書いてある。毎日見てると見慣れてくる。こうしとこ。 OK。 女子は朝忙しいからな。そうなんだよね、7時から配信しようと思ったら6時に起きなきゃいけない。まあでも健康的な生活じゃない ?6 時に起きるって。最初朝昼晩いろんな時間に。ああそうだ、昼もやっとったです。そうだそうだ。なんかめっちゃ頑張っとったかも最初。ちょっと無理しとった。なんか、頑張んなきゃと思って。聞いてなかったけど。いや朝は戦闘モード。ドラゴネさんこんにちは、ありがとう。今まで通り夜やろうかな。でも確かに夜できないとき朝すればいいっていうのもあるな。食べ過ぎ飲み過ぎ、ありがとう。ねえ顔面狂気ってちょっとネガティブな意味なんだけど。ありがとう。僕は学生の時もっと勉強しとけばよかった。大学も推薦で楽したいとした。推薦ってさどういう入試なの？あんまりよく分かんなくて。初回にみんなから夜もやってほしい頼まれ、あそうだよねって思った分よ。その時やっぱ夜がいいよねって。朝配信でもするとしたら7時だよね。ニーザエラディアと成人式見ながら配信したっけ。でも成人式配信見た記憶あるけど配信したのか。褒めたことに。一応なってる、一応なってる。雲の中ではね、顔面狂気っていうのがあのすごいポジティブな意味だから。最近20時過ぎると回線混んでてほとんど止まってる。みんな止まってる？俺も仕事中に見てた。そう、みんなね、そうだね、確かに。起きる配信は今休憩中とか、あ、もうすぐ仕事行かなきゃとかあったよね。懐かしい。懐かしいよ。あ、鉄センス、ギター、センスの衣装でやや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 、カズマイプチ、ああキツネもないプチ。顔面をその辺の女子に見せただけで女子が心えぐられるくらい飛びちゃう。マジでそんなことない、本当に溶け込んでる。カマナイプチでつかみ飾り強い、やった。カズマイプチ文字エールありがとう。イエーイ、2位に上がんないかな。キツネナイプチ、クマ、ゲタ、センス、センス、カズナイプチ、わー、キツネもナイプチ、テツ、おー、ナイス髪飾り。やっぱ髪飾りめっちゃ出るな。カズナイプチ、やったね。クマもナイプチ、クマ、髪飾りナイス。ナイス、センス、レッツカズナイパチ。おー、髪飾りがどんどん増えていく。これ髪飾りは絶対もらえる気がしてきた。あ、キツネありがとう。2位と3位の差がすごいね。3位と4位は、ね、あんまりなんだけど。レッツゲタ、髪飾りナイス、クマもゲタナイス、イエーイイエ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 イ。あー浴衣出ないかな。ね、1位の予想、1位の方がめちゃぶっちぎり。ブンジー浴衣ベイビーありがとう、ナイス。落ちることほぼない。順位がキツネ、カズナイパチ、ソル、見つけた、ありがとう、ナイス。ブンジ応援ハート、ナイス。ルルもありがとう。みんなさ朝何時に起きてる？朝7時に配信したらみんな見れるのかな。でもさ、なんか出発、家出る準備忙しくない？下駄ばかり出すぎてゲゲの鬼太郎並みに蹴飛ばしたくなるから。蹴飛ばさないで。でも確かに下駄多すぎる。
俊介エールありがとう。文ちゃんビジストナイス。4時前早っ。逆に見れない。逆に7時台見れない。逆に7時配信見れない説。出勤中で、いやそうだよね。7時から30分見れる。文字ゲターナイス。数きつねないパチ。30分間。6時20分起き。朝は聞くだけになる。まあでも聞くだけでもラジオ配信すればいいじゃん。皆さん今日も一日頑張りましょう。おー、カズ7時に起きる、ちょうどいいんじゃない。アベメの通知で起きるみたいな。車の中で音声だけ聞きます。夜配信、あ、いや全然できる、できるけど毎日できんけんさ。でも逆に明日、そっか、睡眠時間がちょっとなくなるんか。アベメ7時に配信だとワテらは試しておるんかしら。アベメ本当に好きなら朝の忙しい時に読みに行く。違うよ。なんかもし仮にそんな朝とか配信してみんな来れるのかなってちょっと気になって。くまないパチ。8時の会社にいるから。おい5時から仕事、シフト制約は平日休みもあるけど。あ、そうなんだ。5時からってめっちゃ早いの。お疲れ様です。眠くなってきた、眠くなってきた。ニーザ震える。いつもありがとう。はい、そんなら見に行く。7時1分。うわ、でもめっちゃ懐かしいかも。でも高校生の時なんか43分に家出ようとかあったの。43分とかめっちゃ刻んでたかも。確かぴったり見つけよう。寝れないとか言っておきゃ配信した。あ、最近はね全然寝れるけど、寝れない時あるよね。なんか寝れない時期がある、うん、え、今週全然寝れんなみたいな。6時20分に起きて速攻で準備するの毎日。え、でも意外と結構前に起きるんだね。なんかいや勝手なイメージだけど45分とかに起きて全然間に合いそう。やめちゃっぺえ、やり方さすがにないか。通勤中はネットで調べ物する時間。もう決めてるの。通勤中は絶対ネットで調べ物しようみたいな。来なかったらへこむよな。何が何か。ごちゃでやられ方。めいちゃん、昨日お酒控えてハイボールチートだけにしたら夜中の時に起きてしまう。いや逆にそのなんかめっちゃお酒飲んでちゃんと寝れるみたいなのやめた方が良さそうじゃない。ごちゃで無理やりたい方。5時配信無理かもしれん。アベメンさ11時から12時に寝るんだよ。7時間睡眠取りたいから11時に寝たら、うわー。5時配信ってどうやったらできる。食べ過ぎ飲み過ぎやり方。オラがコメントを一生懸命打っておるときに、なんかディスってないよ。全然ディスってない。本当にディスってない。普段あまり時間取れないから。あー、なるほどね。確かに。隙間時間ね。いわゆる。ドラゴンネさんやられ方。え、ももちゃんってさ、何時に寝てたんだろう。ももちゃん5時だっけ。逆に5時でみんな起きてたのかな。ももちゃんの大ファンだったら5時に起きようってなるの。あ、5時半。5時。そっちの5時配信はちょっとやめときます。5時配信か。厳しい。5時。くまゲター。カズ鉄キツネナイパチ。
めいちゃんが5時から配信するのは毎日 OK。 いや5時はきちい。ちょっと待って、あ、ジャキさんセンスゲターナイスチャレンジありがとう。カズキツネナイプチ、待って5時はきついよ。あ、ちょっとせめて6時半かな。6時半だったらできるかも。朝配信やってほしかったら。そういや一段の仕込みも通勤中止。なんか嬉しい、隙間時間を一度に割いてくれてる、優しい。もうめっちゃスライムつく手に、ほら見える？めっちゃ手にくっつく。5時だと逆にみんな見れる。あー、そういうこと。でもさ、睡眠時間削られない？もし仕事でなんか12時に寝てるとかの人だったらさ、もう5時間しか寝れないってことでしょ。6時半から1時間なら毎日全部見れそう。お、マジ？でもやらんかも。朝弱くてできんかも。俊介いるありがとう。イベント中はよその陣営とかしないと。ありがたい。いやー、鉄の隙間時間があったからこそです。毎日5時間睡眠でさ活動できる？めいちゃんのためなら睡眠時間削らんでいい。そんな削ってほしいとか大丈夫。朝は無理かも。そうだね、ダメでも朝は無理かもしれん。聞いてみた、一応聞いてみたけど、みんなに。意外とみんな、いやね、不思議だったに。なんかももちゃんとかそうやってさ朝の配信するじゃん。で一七でもさ朝の配信してる人いるじゃん。なんか見れる人っているのかなと思って。ダメだったら絶対なんか配信見るぐらいだったら寝ようとか思っちゃいそう。自分の好きな子が配信してても、まあどうせ夜もやる、明日もやるし夜やるかもしれないしとか思って、朝配信見なくていいやって なりそうなのに、すごいと思って。試されるお宅。試してない、試さない、試さんよ。あー、なるほどね、朝しか見れない、そういうことか。データ整理しなきゃ。こぎつね無料ギフトありがとう。あ、そういうこと、なるほどね。だから仕事の時間がそっちの方が都合がいいみたいな。寝る前にみやちゃんが配信してて起きたもまだやつ。みやちゃんすごすぎ。キツネ無料ギフト、トミもありがとう、ナイス。ジャキさんへのありがとう。いやー難しいな。なんかさ、そんなに長時間配信してたらさ話すことなくなりそうで怖い。なんか眠くなってきて、しかもすごい真顔になりそうで怖い。自分がなんかぼーっと。確かに気楽にやります。だからみんなも気楽に来てんの。17の文化に合ってないのかな、うちらって。うちらってあんまり17に合ってない。配信アプリ変えた方がいいかな。ちょっと厳しいじゃん17って。なんかイベント参加するのにハードルが高いというか、簡単に1位になれる簡単に1位になれるのないかな。配信時間は、あ、でも朝やらんよ。聞いてみたけど聞いてみたけど朝はいつも通りかな。みやちゃんリスナーが3人しかいなくて泣きそうな。いや、そりゃそうだよ。いや嫌だもんそれ。なんかいつもみんなこうやって来てくれるけどさ、朝とかめっちゃ早朝とかやったら絶対そんぐらいしか来てくれないじゃん。めっちゃ悲しいんだけどそれ。
たまにさ通知いかんとき3人ずっと3人ぐらいしかおらんときあるけど寂しいよめっちゃ。まあでもその分みんなと話せて、え、なんていうの、少人数で話せてすごい新鮮だけど。加算しちゃう。じゃあ荒さんえ、けどね、なんかめっちゃ DM 来るんだよ。いろんな配信アプリから DM 来て、なんかここでやりませんかみたいな。あ、てかクマガーディアンありがとうね。ありがとう。なんか言語を学べる、配信しながら言語を学べる配信アプリがあるらしくて、なんかそれの勧誘が来て、それはちょっと面白そうだなって思ってしまった。食べ過ぎ飲み過ぎ震える、ありがとう、いつもありがとう。え、バグっちゃった。ガーディアン入るときのエフェクトめっちゃかっこいい。そんなんあるらしい。なんか海外の人が、海外の人も結構参加してて、日本語学びたい人が配信に来るみたいな。ゴジョレイありがとう。で英語話者とか多かったら、こっちもなんか英語喋って、そのお互い言語力アップできるみたいな感じです。あー確かにそうだね、見に行った人も抜けれないみたいな。ゴジョレイありがとう。どこでもついてくる。他のアプリってもう覚えるのがしんどい。確かに。いやそう、アウェイも覚えるのしんどいよ。その辺の男子ばかりじゃなく業者からも声かけられる。その辺の男子に声かけられるタイプじゃないけど、でも配信アプリの人とか配信アプリのエージェントみたいな人はめっちゃ多いよ本当に。1日1回は絶対来る。俊介いられたと。日本語で翻訳してください。そうそう、え、なんか掛け持ちできたら一番いい。もうこれは17はあのみんなとの会話用で、そのライブ配信はアベメイが言語を伸ばす用で、できないのかな。一応でも独占契約だからできないのかな。高値の話すぎて声かけられてないです。いやそもそも掛けめっちゃ薄いんやろ。アベメイは配信でもビジュアル溢れてない。溢れ出てないよ。溢れ出てないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あのうんうんうん、いや違うに、存在感ないようにしとる。人間じゃないように、なんか影薄めて帽子かぶってマスクして、オラハ、あ、オラは空気中のチリレベル。いや、アベメイガーマジで空気中のチリレベル。友達と会っても話しかけられたことない。学校で、で学校でさ、学校でアベメイさ、あ、なんか友達いたと思ったらさ、すっぴんだけあんまりなんか見られたくなくて隠れる。石ころ帽子かぶってるのか。なんだわ石ころ帽子って。石を頭に乗せるってこと。換金レート高いって感じ。17が一番高いんじゃない。違うのかな。ジャキさんへのありがとう。いやそんなことないかも。あぶめよくそこら辺分からん。迎えたくいいね、ありがとう。やっほーやっほー。ドラえもんでそんなアイテムがあるの。え、石ころ帽子、石をここに乗せるって感じ。あ、石になれるみたいな感じ。もしかしてキツネドラえもん好きなんだ。かわいい。こう見えて。ヤムチャップフレイラありがとう、いつもありがとう。今日前髪作っとるけなと思う。いつも前髪ないけど、でもやっぱり前髪長すぎてさ、やっぱ前髪作れないかも。あーでもそう、そんな感じ。本当に誰からも気づかれないから石ころ帽子かぶってんのかも。ショールーム AKB メンバーは 8% はさ、ちょっと少なすぎじゃない。
8% は少なすぎだけど、17もちょっと少ないかも。ちょっと少ないかも。いじっちゃって。アメメが知っておるアニメでサイコのやつは何ですか。サイコ、ヤミさんおかえり。一番なんだろう、アニメで、サザエさん、あ、ちびまる子ちゃん。今来たからよくわからないけど人生いろいろ。そんな深刻な話してないから大丈夫だよ。お坊ちゃまくん、1枚のタワーで800円。え、ちょっと待って、アドミだったらどうなるね。1万円のギフトだったらさ、これ子だったら何コインだっけ。ストアが 10% となった。え、そうなの、ストアが 10% なの今。待って、何も知らんのやばすぎなんだけど。ゴジル震える、いつもありがとう。でもアベメさ、あの前入れとかでさ、みんなにプレゼントとか送りたいから、事務所必要なんだよ。オンラインお話し会とかもしたいってなったらさ、やっぱ事務所があった方が結構とあれやりやすいんだよね。エミさん、ギター、神関西でありがとう、ナイス。鉄の一発、やっぱ王道しか知らんかも。狐の一発でも考えてはいる、やめようかなって。しましょう。ほとんど作る、いや意外と応募フォームとかも作ってもらってるんだよね。ヤミさん、センス、下駄、センス。わー、ヤミさんすごいんだけど、今日アベメンバーって2回目の当てる、全部ヤミさん。浴衣ナイス、出ました、14になりましたね。あれ、やべえ、わかんない、何パーなんかな、ちょっと調べてみようかな。ナミさんナイス、鉄の一発、厄介が出たら事務所いるよね。アベメは結構イベントとかなんかいろいろ使ってる。タルルートくん、わからん、聞いたこともない。鉄カズ、キツネナイパチ、シュンスケ選び方、珍しい。ヤミさんあんま当たり出ないタイプ。シュンスケ選び方、サポート業務代行したいです。いや、もうなんならアベメが自分でできたら一番いいのか。うん、役に立ってるよ。アベメ的にはまあ割とマネージャーになりましょうか。雇った方がいい、アベメ。ライバー事務所は 10% ってな。あ、そうなんだ。ってことは辞めたら 10% 分が入ってくるってこと。どんぐらいになるんだろう、ちょっと待って計算してみよう。アブメイ個人事業主やけん、個人で雇うのとかもできるんかしら。え、報酬さ、そんなことしてアブメイ大丈夫かな。ホワイトミッドナイトさん、こんにちは、エールありがとうございます。そっか、サキさん、そっか、直接契約だっけ。え、サキさんの LINE 知りたい、めっちゃ教えてくれるかな。個人的にめっちゃサキさんと仲良くなりたい。お姉ちゃんって言いたい。あ、あ、またね、迎えんたく、うん、ありがとう。社会的に月の報酬ベーグルやと。ブラック中のブラックじゃない、多分日本で一番ブラック企業って言われるよ。あの会社報酬ベーグルらしいよみたいな。一瞬びっくりするよね。ええベーグル、え、あ、お金の単位のこと、ベーグル、 1ベーグルとかそういう感じみたいな。さきちゃん、インスタとツイッター、あ、インスタの DM に行くべきって、行ってみようと。
いやでもなんか事務所を離れるのめっちゃどうしよう。でもさ、オンライン話し会どうすればいいの、じゃあやろうと思ったら。あ、今配信してる。アベメイが雇おうとしたらどんな人材が欲しいですか。え、でも意思、なんかガチですると意思疎通図れる人いいわ、なんか言わずとも分かるみたいな。わあ、あとスケジュール管理してほしい。え、てかヤミさんさ、サキさんのとこ行ってるんだ。大丈夫、怒られない。何が何が、ズームでやればいいじゃん。あー、え、それでもさ、アブメイがさ、え、じゃあもう5分終わったとか言うわけなんかミヤちゃん事務所入ってるのにプライズはリスナーに直接注射。なんか住所はアブメイも危険な。あ、でもなんか今時さ、そういうサイトあるよね。なんかこっちから、あ、でもこっちからプレゼント送るとできるのかな。プレゼントを送るとかできるのかな。とりあえずあのアベメ T シャツ今作ってるから、グッズ作ってるから、そのいろいろ終わった後に考えようかな、事務所とか。そうなの、ヤミさん、あれ、え、ヤミさんってさ、アベメのこともしかしてサキさんのとこで知ってくれたってこと。割といろいろ言って意思疎通難易度高いと思う。匿名配送、へえ、もうその辺言っといてくださいそれやばすぎ。あーさ、なんかそこら辺置いてからさ、取りに来てみたいなどんなライバー、鬼畜すぎ。アベメがギフト欲しそうなお顔してる時にギフト投げたら、あ、それ意思疎通が書いてる一卒測れてるよそれ。おおナイスナイス、クマちゃんだし、しかも髪飾りだし、しかもカズナイプチ、キツネナイプチなんかのイベントで知ったはず。あ、そうか、もう全然あとに、あ、じゃあ新宿のほとりに置いとるけ、取りに来て新宿の本当に T シャツ置いてるからさ、取りに来てって。あ、そうだ、その子のこと調べなきゃいけない。平田ゆきちゃん、俊介選びかと、こまちゃん人形でもかわいい、こまちゃん人形かわいい。平田、あー、この子見たことある。くま、え、欲しそうな、え、今欲しそうな顔しとった、下駄、え、え、すごい、めっちゃ欲しい。やぶめがさ、欲しそうな顔をしてない時に投げたらいいのかな。カズ、鉄、キツネナイプチ、きたー。え、待って、今16かな、浴衣。そうなの、新宿って魚いっぱい死んでんの、聞きたくなかった。地元民だから知らないといけないか。クマナイス、イエス、キツネイネ、ありがとう。え、今おねだりしてなかったよ別に。今おねだりしてなかったよ。でも浴衣出たけんナイス、イエーイ。え、反映してない？今16ってなってない？え、嘘、幼い？え、なんか今日個人的にちょっと大人っぽいかなと思ってた。ちょっとめいちゃん似てる気がする
まあね、最強説はね、アベマイ最強説って名乗ってるぐらいだからね。かわいい、多分あの子の方が完全にかわいい。あ、今 15? 嘘、あれマジ嘘。だって今日3回出たよね。キツネカズのナイパチ、ハムのトトイ、ありがとう。あれ、え、サマ読んでない、読んでないよ、ガチ。ん？あ、確かにね、確かにね、なんか年配でちょっと違うけど、カズ、わー、髪飾りのやつ、センス、キツネクマのやっぱり、ナイス、ありがとうカズ。え、反映遅いと思う。え、多分アベメンの計算が合ってると思うけど。え、間違えたかな。え、待って、え、じゃあもう一回浴衣出してみて。もう一回浴衣出してみて、そしたらね、あ、分かるかも。そしたらクマ、え、下駄、下駄センスとキツネ手伝いまち。ヤミさんも数もないパチ、もう一回ちょ、クマもう一回出してみて。クマ、ゲタ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 多すぎなんだけど、カズナイパチ、ゲタしかないじゃん、キツネナイパチ。もう浴衣を求めて、浴衣を求めすぎるとやっぱゲタしか出なくなっちゃうんだ。じゃあもう求めないようにしよう。え、浴衣本当だ、15回になってる。じゃあいらん。あ、本気のおねだりする。浴衣。私さくらんぼのもう一回みたいに。もう一回。え、待って、わからんわからん。さくらんぼのもう一回あんま聞いたことないんだけど。お、エルで当たりありがとう。クマ先生、お巾着ナイス。先生ゲタゲタ。ゲタ、カズナイパチ、ゲタゲタ、ヤミさんナイパチ、クマゲタ、センスゲタゲタ、カズナイパチ、銀着、ゲタ、ゲタゲタ、センスゲタ、ゲタ、うわー、あ、髪飾りナイス。ここに来て、まあ、サクランボはギリギリわかるよ。キツネ、ヤミさん、鉄、カズナイパチ。ナイストライ。クマー。浴衣か、全然。え、それの、髪飾りすら。いや、当たり出したばっかだけんかな、もしかして。ん？でも3位以内に入れそう。あ、みんな見えんか。してない。してないんだけど。あ、そう、いや、そうだ、ダメだ、さくらんぼだ。クマ、センス、ゲタ、センス、ゲタ、ゲタ、髪飾り、髪飾り2個も来た。巾着も出てる。ナイスチャレンジ。当たりってそんな立ち続けに出ないのか。カズ、キツネ、ヤミさんのエッパチ。指原さんおたけとかもしてたの。クマ、センスセンス、髪飾りナイス、髪飾り、髪飾り、ゲタ、あーナイスナイス、クマ、イエーイ。さすが、さすがクマちゃん、やりましたね、浴衣出ました。しかも髪飾りもいっぱい、鉄、カズ、キツネ、ヤミさんのナイパチ、イエーイ。ありがとうキツネ、あ、間違った。キツネのパチパチ見てたら、キツネって言っちゃった。ありがとうくまーん。キツネもみやみさんもナイパチ、まるまる震える、いつもありがとう。
出ました。間違えた違うね。これライバーあるあるじゃない、目で見えてる名前と言おうと思ってる名前が逆になっちゃう。間違えちゃう。ちょっと待って。違う、じゃあ間違えたんよ。クマナイスギフトですけへん。ゼロコインで当たり出したことになって。焼酎じゃない、焼酎じゃない、みゆちゃんあるあるじゃない。え、下も同じようなことやってんの。いや、ライバーあるあるなんじゃない、ライブ配信してる側あるある。あ、今16回だ。あ、じゃあ文面の計算間違いだったのかな。計算間違いだったっぽい。クマが浴衣出してくれたことによって判明しました。今反映されたから。でも5位まで上がってる、一気に。やったー。中身川さんいる、ありがとう。あー、え、ハッシュタグ好きなの。え、違う、あれ好きなんだ、ハッシュタグじゃない。中身川さん、なるほど。確定？エフェクトに隠れてボブに見える。髪の毛が絶対ボブに合わんけん、これ髪の毛出してこい。計算間違え。そうめっちゃ原始的な確認。あ、好きなんだ、ハッシュタグね。あれって言っとったんだよね。って言っとった。好きなんだ、ハッシュタグ。ね、可愛いよね。でもさ、そういう間違いするのさ、めっちゃ美味しいってアベメイは思うんだけどさ、下尾は嫌なんだって。そういう間違いしちゃう自分が嫌なんだって。でもアベメイは何回でも言うよ、あ、そのままの下尾でいいんだよって。そうやってさ、間違える下尾が可愛くない？あーみたいな顔してるのが可愛い。やっちゃったーみたいな。ハッシュタグで入力して、いってで、でってで、うん、いってでーへんね。え？ハッシュタグが出ない。それいって書いて。ヤミさん、ナイパチ。わかるでしょ？下っちの魅力よ。ただしエールありがとう、おかえり。やっほー。みゆちゃんって私は父親に言ってたけど、パパみゆってめっちゃイケメン。やべえ、見たことないと思う。ただしフォローありがとう。でも確かにお母さんあんま似てないよね。ハッシュタグ出ないから言って入れたら意思の疎通。ああ、そういうことか。ハッシュタグ、本当はそこでハッシュタグのあのマーク入れたいけど出ないから。いや、でシャープでしょ、シャープ。ありがとうクマ、私こんばんは。ソル、宝石見つけた、ありがとう。出てくるよ、あれにあるよ、キーボードに。中身川さん、サファイア、おやはた、ありがとう。あるよ、キーボードに。シャープみたいなやつ。輪郭と緩い感じが、あー、え、でもうちのお母さんは会ったことあって、パパミューと。その時言っとったわ、緩い感じがめっちゃそっくりみたいな。結構緩い感じあったって言ってた。中身川さんも投げたり。あー、こっちですね。こっちだってくま。家電屋とシャンプーがお好きですか。いや、そんな、え、好みないかも。東芝かな、東芝が多いかも。
え、出てくるよ。逆にさ、クマハッシュタグ使ったことないってこと。あのキーボード、ひらがなのキーボードしか使ったことないんじゃん。あ、なんか数字の、あのさ、数字のキーボードやってよ。え、ハッシュタグで入力したら出てくる出てくるの。ハッシュタグ、え、出てくるやん。ほら出てきたあ、ハッシュで出てくるんだ。俊介フレール、いつもありがとう。ハッシュで出てくる。ほんとだ、できました。おめでとうございます。ママさんがツッコミでパパがボケてて、東京の家では、あ、そう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 、そうなんだよね。二人でお母さん、なんかね、このお母さんからこんな子が生まれるんだってめっちゃ思う時ある。キツネナイパチ、おめでとうございます。ハッシュタグ対応していってください。ハッシュってやって、なんか全然違うよね。あ、まあでも似とるとか似とるかも。喋り方とか、喋ってる感じがたまに似てるなと思うけど、お母さんがハキハキしすぎとってさ、バランス取れてるのかな。でもドラム練習してるよ。最近やっとね、終わった一曲、なんだっけ、あれが終わったよ。トゥルトゥー、トゥトゥトゥー、トゥルトゥー、トゥ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 ー、トゥルトゥー、これなんだっけ、トゥルトゥー。安倍家ではボケはパパ名担当ですか。いや、パパ名はツッコミじゃない。どっちかというとお母さんがボケかな。中身川さん選び方、三菱の家電もいいよ。あ、そうだね、買います。あ、太陽に吠えろ、そう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 。もうハッシュタグでさ、コメントしないで見にくいんだけど、なんで太陽に吠えろかって、テキストがそうなってる。上川さん無料言ったりだと、先生がこれだけって、めいちゃんいろいろチャレンジするんです。いや、でも長続き本当にせん方だけど、意外とドラム続けているんだよね。なんか意外と面白い、ドラム楽しい。なんかうまく叩けた時がね、すごい気持ちいい。太陽に吠えるドラムのイメージないな。まあ確かにね、なんかトランペットとかじゃあ見にくい、そっちの見にくいじゃないって。なんかあの、こっちの見る、こっちの見る。マーメイがボケ担当か。うん、そうだね。あ、ワンピースワンピース今どんぐらいかな、わからん。でもそろそろ返してほしいって言われたけん、ちょっと早く、とりあえずなんか60巻までと他の友達に貸さなきゃいけないから、60巻までちょっと欲しいって言われてるから、ちょっと早く読まなきゃいけない昔刑事ドラマ見て刑事になりたかった。あ、でもそれめっちゃわかるよ。アベメも本当にちっちゃい頃さ、そういう刑事ドラマとか親が見とったけん、めっちゃ影響されて見とって、結構憧れとった時期あった。飽きてないよ、飽きてないよ。アレメとアレメ同じなんだ。アレメとアレメね、どっちがボケ担当ですか。あんまないかも、そこまで会話してないかも。だけどめいちゃんはダンス踊れるから、まあでもまあまあか。ギューミーファイブ、確かに。ただし得られ方、インスタ使い女子がそんなに長い文章、ハッシュタグなんでないだろうみたいな。え、スタグなんてないだろう。あー、なんかわざわざ長い文章のハッシュタグにしてるみたいなやつ。ハッシュタグになんか文章書いてるみたいな。ただし得られ方、でもね、ワンピースをなんかいつ読もうかってめっちゃ思う。なんか勉強さ、
90分やって休憩して90分やって休憩してってやるんだけど、10分休憩取るんだけどさ、なんかその10分何しようって思ってなんか漫画に手出せん漫画よりもなんかうち携帯とか見ちゃうんだよね。別に携帯に面白いことがあるわけじゃないんだけど。ドラムといえば元恋の数の推しドラマーが最近一番の恥。ドラムの先生かっこいい女の子で、あ、まあ確かにハマってはないかもハマってはないだけど、なんか読みたいなと思うけど、なんかね優先順位がね下ではあるよね。インスタ女子のハッシュタグ多すぎてヒットしまくるんよ。インスタを快適に見たいときはちょっと考え、あーなるほどね、確かにでもハマってはない。前はハマってたかな、なんか土曜日とか読むべきかな、じゃあ土曜日読もうかな。そしたら10分だったら携帯でいろいろ見てたら、え、そう、でもなんか最近あんまりなんか逆に10分休憩何しようってずっと思ってる何したらいいか分からん。なんか携帯見るのも結構中途半端になるし、なんかあんま見たいのもないし、アプリの漫画とか時々ハマるけどなんかのきっかけで全然読まなくなる。あ、でも分かる、ドラマとかもそう、あんまり長すぎると途中でやめちゃう。アベメイがインスタアップしてると俺当たりくじ引いたみたいな嬉しい気持ちあ、マジ、え、じゃあ10分休憩でインスタアップすればいいってこと。確かに、でも勉強、なんかアベメイさ配信始める前までずっとすっぴんなんだよね。すっぴんだから写真撮れなくて飽き性かも。確かに、あのさハッシュタグで運営さんになんちゃらみたいな、あーわかる、え、運営さん大好きですみたいなやつじゃない、なんか バズらせてくださいみたいなやつでしょ。 TikTok あるあるじゃないそれ。10分休憩でお話しがいいんだけど、行きたい時には行くけど、なんかもっとさリフレッシュできるのないかな。しばらくスパイファミリー読んでたけどもう読んでない。あースパイファミリー今流行ってるよね。10分休憩あったら一段見てます。あー確かにいいかも、なんかサクッて見れるよね。髪が浅いのありがとう。配信すっぴんでできんよ。インスタもすっぴんであげるしさ、だから今これやってますとかあげればいいのかな、じゃあストーリーに。あーコーヒー飲む、ぼーっとしながら、あでもぼーっとするのが一番いいのかな。すごいなんか視覚情報を取り入れてるからさ、勉強してる時ってぼーっとして休んだ方がいいのかな。でまたやるみたいな。結構なんかダンスの動画とか見ちゃう、10分休憩で。 YouTube ショートでなんか K-POP のなんかなんていうのダンス動画めっちゃ見てる。あ、まあミケンだったらすっぴん配信できるかな。いや無理かも、すっぴん怖いよ。すっぴんは薄ってなると思う。15分の昼寝は寿命を伸ばしてくれるし、あそう、なんか15分の昼寝がいいって聞いて最近めっちゃ昼眠くなるけんやってみたい。えけどさ、なんか一瞬で眠りにつけんくない？よしじゃあ15分寝ようと思ってタイマーセットしてこうやってやるけどさ全然寝れん。めいちゃん配信役してるやんみたいな感じを。ああなるほどね、じゃあちゃんとした方がいいね配信役。メイクするのはねめんどくさいよ、めんどくさいけどやらんと表に出るんけんツイッターでアーニャってつぶやくと期間限定でアーニャになります。すごい、そんなに鬼滅の刃ぐらいなんかめっちゃ人気になってるじゃん。そう、寝る前にアラームの、そうあー眠りにつけないどうしようって思ってる間にアラームになるんだよね。最近昼休みも眠れなくなった。逆に昼休み寝とった？昼休みってどんぐらいある？でもご飯の時間も含めてでしょ。世界的に流行ってんだ日本のアニメって。すごいな、
15分睡眠するなら30分は時間作らんと十分です。ああそういうことなんだ。あれって30分時間作ってそのうち15分ちゃんと寝れたらいいですねみたいな感じ。中身がさ盛り上げたらありがとう。配信約30分過ぎたら今日はないなってます。あーそうだ、だからアブメちゃんと言わないといけないね。この前ねアブメ寝ちゃったんだよ。ちょ 寝とってびっくりした。1時間休みで30分が寝る時間。え、あそれは自分鉄が自分で設けてるってこと。1時間休みはさ会社からさ与えられるじゃん。そのうちの配分は自分で決めていい、それとも30分絶対寝なさいって言われてる。でもなんか中国の学校とかって、中国のお昼寝のためになんか家とか寮とかに一回帰るんだって。めっちゃやってみたいそれ。ほら15分昼寝するために10時から昼休憩入って2時間 TikTok 見て目をつぶって40分後ぐらいに寝始めました。2時間 TikTok 長すぎるんだけど。目つぶって40分後に目覚める。でもさ全部のじ全部40分丸々寝てるわけじゃない、30分ぐらい寝てるって感じ。前にスパイファミリー世界的に流行って、いや知っとった知っとった知っとったけど、なんかそんなに流行っとるって思った。今そんなに、なんか普通にネットフリックスで流行ってるとか、なんかそこら辺で流行ってるぐらいかと思ってた。さすがに寝なさいとは普通に言わんか。効率いいね。でも寝てるのって確かにいや違う、なんか昼寝推奨してる会社みたいな、睡眠の波長みたいなの関係してる。じゃあ分明昼寝できないのってなんか波長のせい。ソル宝石ありがとう。知っとる。アーニャピーナッツが好きみたいな、寝ようと思ったんでね。アーニャピーナッツ好きなやつ、そうガースパイファミリー。うん、寝ようと思ったら寝れんよね。わかる、なんか寝らんといけんって思ったら終わりじゃないって思ってる。アベメイは寝らんといけんって思ったら絶対寝れんくなる、義務みたいに感じたら。でもう本当に負の連鎖。寝るのってどうやって寝るんだっけみたいな、睡眠ってどうやってどうしたらできるって感じになる。それからそれこそロシア留学の時とかさ、なんかすごい緊張かなんかで寝れんくて2日連続マジで全然寝らんかった2日、ね、連続、ね、寝らんくてシベリア鉄道でやっと寝れた。寝ようとしたら仕事入るタイプです。あーそうだよね、確かに難しい。そうだよ、つまんない YouTube 見てたらあ、でも ASMR とかたまに流す。昼寝しようと思ったら2時間くらいのうちにどっかで寝れたらくらいの余裕ないと思う。確かにそうだね。そうだよね、そんななんかパッて寝れることないよね。ガチには90分ごとに睡眠の波が来るらしいけん、寝るだけ起きる時間をちょうど90分の倍数で、ああなんか言うよね、90分で変わるみたいな。なるほど。配信したら眠くなるか配信するでも今日だけ、今日だけってかあんま配信してて眠くなることない、たまにぐらい。うちの会社は昼休み45分、みんなインターネットでサイト見てる。へえ。最近説は何見てんの、ごちゃんみたいな。留学先に着くまで、そう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 、飛行機なんかまず成田空港の近くのホテルに泊まったんだけど、そのホテルでも寝れんくて、で飛行機の移動の時も寝れんくて、でその次の日の夜の、もう時系列わからんな、本当にずーっと寝らんくてシベリア鉄道やっと着いて、シベリア鉄道で寝た。なんか寝台列車なのシベリア鉄道、まあ寝台じゃない列車もあるけど寝台列車でシベリア鉄道の、めっちゃなんかあったかくてさ寝れたんだよね。
シベリアで寝るって聞くと心配え、でもめっちゃあったかい、めっちゃあったかい。え、嘘、帰ろうとしたら仕事が、あー最悪。めいちゃんの声で安眠できます。なんか動画作った方がいいじゃん寝れるように、アベメイラジオみたいな。うん、緊張しとったんかも。緊張しとっ、なんか緊張っていうか多分ワクワクとかが、なんか神経が興奮してる感じ。寝る前はいつもスマホいじって寝る予定時間が1時間以上過ぎてしまうけん言うといてなんやけど、ほら規則正しい睡眠できたことやべえ、もできたことないと規則正しい睡眠なんて。あ、でも毎日同じ時間に目が覚めるかも、アラームなしで。中身川さんへ、ありがとう。日経新聞で株価見てます。ロシアのせいで大損です。あ、え、や、え、株やってるの。アベメもなんかあの授業で商法の先生が教えてくれて面白そうって思った。ほら目の下クマだらけ、クマだけにクマだけに。え、化粧水じゃ隠れんよ。でも保湿するのはいいことだね。確かに隠そうと思ったらコンシーラー買わなきゃいけない。てかベメ、そうそう、ギフトボード読もうかな。目覚ましより先に起きてしまう。え、ヤミさん、アベメも同じく。でもちょっと前ぐらいに起きる。アラーム。化粧水って何取り柄がある。え、水分補給みたいな感じ。お肌も、お肌の水分補給だから、みんな化粧水塗った方がいいよ。老化が抑えれるかも。あ、クマテッキーありがとう。え、最近なんだコンシーラーって、初めて知った。じゃあ昔の人は隠せなかった。また話そうぜ。ソル宝石ありがとう。それではギフトボードを読んでいくよ。今日は9位から読みます。9位、ジャッキーさん、いつもありがとう。え、全然いつから始めても遅くないよ化粧水多分。8位が海老原さん、海老原さんもいつもありがとうございます、ナイスチャレンジ。そして7位がハモンド、ハモンドもナイスチャレンジありがとう。そして6位がカズ、カズもいつもありがとうね、ナイスチャレンジ。お、ヤミさん、センスギター、わー、ナイス髪飾りありがとう、ナイスすぎる、ありがとうね。そして5位がキツネ、キツネもいつもありがとう、ナイスチャレンジ。そして4位がテツ、テツも今日もありがとうね、ナイチャレ。3位がヤミさん、ヤミさんいっぱいありがとう、あたり今日2個ぐらい出してくれたね。3位で終わりますように。2位がタカエリ、ナイチャレジありがとう、今日もありがとう。そして1位がクマ、今日もありがとう、浴衣出してくれてありがとう、これもいっぱいチャレンジしてくれてありがとう。3位で終われますように。お、鉄のパチパチがバラだ、バラパチパチ、トミもないパチ。それではみんな寝れますようにお風呂入ってきます。ありがとうね、今日もハモンドありがとう、ヤミさんないパチ、おやすみー、ソルよかったベイビーありがとう、ハートカテナイスカズ、おやすみなさい、おやすみ、もらいしないです、ありがとう。クマもゲタセンス、ナイチャレンジ、ゲタゲタセンス。そう、今日コンディションいいかもしれない。いや、前髪が似合ってるキツネもありがとう、カズ、キツネ、テツ、ヤミさん、ナイパチ、クマおじい、ナイチャレンジ、おやすみー、バイバーイ、キツネもおやすみよ、バイバーイ、おやすみありがとうクマ、またね、バイバーイ、ありがとうヤミさん、ヤミさんもね、またね、バイバーイ。